あの件は。よし、キヨピョ。あれから無限ワンナップ。そうです。あれから無限ワンナップをいっぱいやり続けたら、なんとこれ王冠マーク。多分これ何、1111ぐらいあるんかな。999と思ったら1000超えてて、999は超えたけどね。でもそっから100回行って、さらにちょっと行ったらもうこれになったんで、多分1111ぐらいだと思います。ゾロ目だ。今のところマックスです。まあこれどん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 減っていくんで、私たちどん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 お亡くなりになると思いますが。ウィキだ。どうしたの兄さん、僕呼ばれたの。うん、オッケー、いいな。ルイジ、俺たちはなんと無限ワンナップになったから、無限ワンナップでいっぱいだから、あの大丈夫だ。ルイジがどうなろうが、どうなっても構わないから。そうなの。ほら見て、ほら王冠2つあるでしょ。分かったよ、分かったよ。じゃあ一緒に行ってみよう。どうだな、ルイジ、たまには3人で行ってみよう。透明度感ツアー6-1。透明度感、さあ行くぞルイジ。あ、ほんとだ。本当に、なんかでも兄さん久しぶりすぎて。大丈夫、俺が担いでいくから、大体ね。なあ、行こう。キノピオ、僕置いてくな。さあ、透明度感ツアーということで、透明度感に入っていくみたいだな。よし、行くぞ、ルイジ。うわー、やばいよ。火がやばいよ。弱っちな。大丈夫だよ、ルイジ。俺、ファイヤーマリオだからな。大丈夫ばっかり言うね。おい、どこ行ってんの、キノピオ。コインを取りに。さあ、行くよ。あ、あそこに、ブリースター発見。ねえ、ストック3になったよ。ほんとだ。ルイジの分も蹴るみたいだな。頼んだ、キノピオ、倒してくれ。はい、俺たちを狙ってる間に。いいぞ、ナイス。お、あれ倒せんの。オッケー、じゃあルイジ。あ、奥蹴る、奥蹴る。ほらほら、そこドッスンするな、落ちちゃうからね。でもあそこにグリーンスターがなんとかして、あれ、あ、スターだ。あれを取って、あれを取るのか。わかった。よし、じゃあ俺がスターを取ってグリーンスターを取ってくる。いいな、二人を待っといてくれ。行ってくれ。任せよ兄さん、任せろ。オッケー、ゲッチュー。なんかあるのか。なんもない。二人ともシャボンできたのか。そんなことしなくていいぞ。勝手になった。さあ、こっちから安全に連れていくぞ。よし、なんとか行った。ゴールゴールゴール、お、ゴール行こう。キノピオ、よし、あそこに敵がいるぞ。あれを倒して、オッケー、ナイス。そっちから行けるってわけね。パワーブロックがある。キノピオ頼んだ。このパワーブロックなんだ。赤パウダー。さあ、破壊力抜群。あ、なんてこと、パブロック叩けなくなっちゃったじゃないか。なんて、うん、叩ける、俺たち兄弟なら。兄弟、ただね。あ、ルイジ。そうだね、ルイジ。いいな、僕もファイヤールイジになっちゃって、これで僕もファイヤールイジだよ。何出したの、間違えた。何で出したんだろうね。ゴーゴーゴー、気のせい、気のせい。よし、ゴー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 。僕はね、ジャンプ力が高いんだよ、兄さん。俺は羨ましいよ、本当に。なんで俺だけ何にもないんだよ。それがちょうどいいんだよ。ノーマルすぎるんだよ。そこ危ないよ、キヨピョ、危ないよ、ここ。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。あ、ワンナップ。いらない。うん、ワンナップ取ったことないんだったら取っていいぞ、ルイジ。俺らもうワンナップ取りまくってるからな。いいな、じゃあもらうね。危ない、危ない。透明度感から抜けるとこだった。あー、早く来て、二人とも。オッケー、オッケー、待ってろ。急いでこう。あそこにチョロボン、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 チョロボンを倒せるのか。ファイヤーじゃ倒せないぞ、やっぱりな。あれしか倒せないんだよ。あ、じゃあ向こう岸行ったらいいぞ。あの、あれだよ、ルイジ、ジャンプしていけるよ。ルイジ、あれ取ってきてくれ。あれタイムじゃん、多分。取ってきてくれ、ルイジ。分かったよ、僕は取ってくれ。頼んだぞ、任せて。今行ってくれ、すぐ行ってくるからね。タイムゲッチュです。ゲッチュゲッチュゲッチュ、ずっと待ってる。ゲッチュゲッチュ、こっちの岸に行ってくれ。はいはい、はい、みんな来て。オッケー、いいじゃん、やるじゃないか。これ落ちるよ。何、その話聞いてる。なんでそんな中途半端な場所で落とされなきゃいけないんだ。俺が取ってくれ。グリーンスターゲッチュ。めっちゃもう落ちる。ちょっと待って、抜けるタイミングがないから、もうあとは頼んだ。兄さんもうあそこで頑張るらしい。一生待ってる。一生待ってるらしい。あー。抜けたい、抜かー、ギリ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 、オッケー。はい、でかくなったよ。やるじゃん、兄さん。だろ、俺もな、やるときやるんだよ。なんでルイジ飛んだよ、本当に。ごめんごめん、僕ずフラワー出してんだ。コントローラーで間違えたんでしょ。そんなことないよ。コントローラー間違えたんでしょ。さあ、行こう、みんな。角度いきなり変わったね。もう時間なくなってきたな。90秒しかない。とにかく行くぞ。あそこまた危ないな。あれ、なんだ、パブロックで倒せるんじゃないか。なるほど、そういうことね。頑張ってキヨピヨ、ナイス。あー、キョロンボは倒せないみたいだね。何があったの。気をつけろ、あそこにトゲトゲがあったんだよ。いてぇ、いてぇ。何してたルイジ。ごめん兄さん、僕下手くそでごめんね。上から行くんだ、こうやって。はい、みんな来るんだ。さあ、みんな来るんだって聞こえた。みんな来るんだ。あ、これちょうどファイアストックだって。
とにかくルイージャーあれでプカプカさせてこう。もう危ない、あいつはもう何をするか分かんない。あーそう、そんなにびっくりすることじゃなかったみたいだけど、びっくりした。やばいやばいやばい、キノピオ時間がない時間がない。あー突っ込んでいく突っ込んでいく、とにかく行こう、もう時間がなくなっちゃって。ルイージャーもほっとけ、気がなくなるよ。そんなのどうでもいいでしょ、いっぱいあるんだ。あーちょっと待って、やってるこれ、やっちゃってる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 。なんでそんなに入っちゃうの。こっちに行って、はい、来た来た来た、くもどかんちゃん。あー何生まれた。ちょっと待って、もう時間ない、14秒、もう無理じゃないかこれ。無理でしょ。ルイージどこ行ったんだ。ルイージルイージ時間ね、つまーこれ、あー絶対無理絶対無理絶対無理。2、1、タイムアップ。難しいな。王冠の6になってるよ。時間がないんですよ、ね、本当に。王冠の6になってる。まだまだいっぱいあるってわけだ。王冠だから大丈夫だよ。1000はある、1000。最高。さあじっくりやりたいもんだよ、本当に。 3D ワールドとはいえね、マリオのゲームじっくりやらせてくれないのが本当に難しいよね。ナイス、いいぞ。オッケー、ギリギリ成功じゃなかった。よし、みんな来たよ。踏まないでよ。あ、ここにいたら踏んじゃうんか。そうだよ。オッケー、俺がこれを取れば。なんでなんでキノコになっちゃうの、一個だけ。よし、ルイージャーもほっとこう、とりあえず。ほっとくんか。オッケー、ピカ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 、いいよ、もうほっといて。投げちゃった。オッケー、行ってくれ。パブロックを叩くんだ。オッケー、いいぞ、下に行っちゃうのか。じゃあ、シャボンで上がってくる。オッケー、いいぞ。俺が行く。これなかなか難しいね、その、みんなで行くのが。そうだ。オッケー、さあ、さっきの場所だ。ここはゆっくり行こう。さっきは急いで行き過ぎた。まず後ろだ、後ろ後ろ。スイッチ、スイッチ、ナイス。兄さん、痛い。ちょっと倒してよ、これ。キノピオ。倒せない。マリオブラザーズ助けて。あやっつけてたよ。復活したみたいだ。はい。ルイージ。あそこにクモド感があるよ。とりあえず。クモド感がある、クモド感があるよ。分かってるよ。行こう行こう行こう。クモド感に行こう。ガガガガガガウ。レッツゴー、クモド感。わー。うわめっちゃ斜めだね。ちょっと待って、これはやばいな。キノピオが言ってくれればいいよ。君たちシャボンのついて。わかった、いいな、僕のスーパーダッシュを頼んだよ。それ掴めばいいんじゃないか。うん、スルーしちゃった。あースーパーダッシュはどこに行ったんだろう。仕方ないね、行こう。了解了解。オッケーオッケー、いいよ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 。ここのパックンは倒してください。キノピオしかもう倒す手段がありません。オッケー、あるよ。どういうこと。あ、そういうこと。はい、イエイ。じゃあ俺が取る。俺ってどっち。俺が取る。さあ行こう。俺は鍵のコインを集めないといけないんだよな。2人で食らってるし。いきなり食らいました。チョロンボチョロンボやられる、チョロンボ。もうやられてるんだ。俺はすごい網だくじみたいになってる。もうやっべえ、お前大丈夫兄さん、僕がいるよまだ。オッケー、全部取った。なんかかぶってる、かぶってる、かぶってまーす。あーなんかもうおかしい。ゴールイン、オッケー、とりあえずゴールした。おお、こういうこと。大丈夫キノピオ隊長、待ってろキノピオ隊長。どうや、大丈夫かキノピオ隊長。あー何してんだルイジ、何してんだ俺。何してくれてんだよ。キノピオ隊長探しに行った、ゴールしちゃったよ兄さん。俺もゴールしちゃったよ。なんでゴール、なんで二人ゴールしてるの。あ、もう一回行こう。キノピオ隊長何あれ。やっぱりルイージダメだな、もう何やってんだよキノ、本当に。キノ、キノ僕のこと言おうとした。何やってんだよキノピオって。わあ、わあ、スロットだね。じゃあね。消えた。ちょっとやっぱり難しかったんで、ルイージが旗張ってる。しかしそうだな、ルイージの足跡は残ったみたいだな。でも二人で十分だ。透明度貫ツアーツアーだから二人で行きます。はい。僕が何をするの。ガウ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 、あとなんだ、スタンプは取ってない。スタンプ取ってない。オッケー、ゴーゴーゴー。スタンプ取ってないよね。うん、取ってないよ。スタンプもどっかにあるな。どこにあるんだろうね。ナイス、いいぞ、先に進もう。全然行けてない場所があるんじゃないかな。どこにあるんだろう、蹴飛ばつかないな。よし、うん、はい、はい、やってて、OK、行くぜ。あの上タイムだから、どっかにスタンプがあるはずだけどね。入っちゃった。危ない。
構タイミング難しいね。ドカン。OK、ここはとりあえず行こう。さあ、こっちか。あ、なんかあるのかな、こっちに。あー、なんかさっきさ、上に光ってるのあったの。なんで入っちゃったの、じゃあ。間違えちゃったの。ここから戻るのか。いけるんじゃない。いけそうだね。いけんのか、これで。ここから戻れるのか。俺はもう、うおー、ほんとにここから戻れた。びっくり。でも届かない。僕が行く。二人で戻ろう。そうそうそう。なんという場所に。こんなのありか。すごいな。俺が担いでいくな。あ、そう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 、それがいい。よし、行くぞ。これで二人でやれば、そこの透明度感の上に登れるんじゃないか。行くぞ。行ってこい、キノピョン。ナイス。俺と透明土管ツアーか。うちだ、待って待って、行くよ。俺もこっち行く。よし、来た。オッケーで、ここか。オッケー。すごいツアーです。すごい透明土管ツアーでした。やるね、俺たち。あと1個は、僕が見つけたんだよ。ナイスです。あとあれだな、キノピオ隊長を見つければいけるんじゃないでしょうか。キノピオ隊長、キノピオ隊長さえ、なんとかしてくれれば。ねえねえ、キノピオ隊長にさ、点々つけたらギノピオ隊長。キノピオと一緒じゃねえか。隊長つける必要もねえじゃん。キノピオ隊長。よし、2人で今日ここ行こう。はい、ジョー、ジャンプ、ジャンプ、オッケー。いくよ、はい。さあ、次。あ、それファイヤーじゃないか。えい。さあ、パウド缶をパウッといて。パウド缶。パウド缶。オッケーです。さあ次、あれくぐっていこう。はい、ゴーゴーゴー、どんどん行くぜ。ワニャプーワニャピュー、ワニャピュー。はい、ここ、ここ、後ろ、行けてなかった。あ、俺か。キノピオ隊長じゃないな、じゃあ。うん、だからあれはいるだけで。いるだけか。振るだけみたいだな。どういうことだよ。さあ、じゃあ今回は2人で行けるからね、どんどん行こう。じゃあ僕が担ごうか。あれを Y ボタン押しっぱなしで走ればいいんだよ、きっと。行くぞ、行くぞ、ゴー。僕あれ持ちたい。行くぞ。いや、持てない。君が倒した。全然持てない。あー、届かない。なるほどね。寝てる間に持てるんじゃないか、寝てる時は。おー、行った、行った行った、ダッシュダッシュダッシュ。あー、持てない。あー、あー、あー、食べれる食べる食べる。ジャンプした、食べる。ほら、ナイスグリーンした。グイー。ということはキノピオ隊長回ってるだけか。本当にキノピオ隊長回ってるだけ。滑り台でゴー。あ、そっか、滑り台したら食らわないんだった。滑り台でパックンをぶっ倒しながら倒せる、倒せる、倒せる、ぶっ倒しながらスライダー。最高に楽しいスライダーでした、実はね。あ、これ取らないとやっぱダメ系、ダメ系です。あ、時間ない系だ。追いかけられてる系です。危ない系です。危なかった、怖かった。チョロンボめ。頭だけ出てる。チョロンボかチョロボンかも忘れるぐらいね、名前がややこしいんです。チョロンボさん。チョロボンです。あー、ギリセーフ。今かすったよね、危なかった。これで上までドカン行け、行ければ。上ドカンですよ、上ドカン、上ドカン、だって上ドカン、上ドカン、間に合うか、俺上ドカン、間に合わないドカン。なんてこと。間違えた。また行かないと。てっぺん取らないとね、俺らはね、てっぺん大好きなんで。大好きっていうか、取らないとダメ。あ、キノピオ隊長、かわいい。くるくる回ってたからね。そういうこと。よし、行くぞ。さあ、ルイジが、あ、俺はルイジの次にやっぱりダメなんだな。次、次、ルイジが、あ、ルイジの後、足跡もなくなった。残念だったな、ルイジ。てっぺん取り行くぞ。さあ、てっぺん取り行くだけなんでね、ツアーしてる場合じゃないよ。もう行きましょう。ガンガン行くツアーです。ガンガン行くツアー、ガンガンツアーです。ガンガンツアー、行くよ。透明度感ツアーはもう急いで行く。ここ越え、急いで行ける人の勝ち。僕一瞬消えたけど。急いで行ける人の勝ち。あ、そうなの。なんちゃって。あ、刺さっちゃって。刺さっちゃってる場合じゃないよ、本当に。刺さってる場合だよ。はい、これ取るしかない。刺さっちゃってる場合だったよ。あー、そっちか。まんね。オッケー、あれはね、変化球で倒すからね。横から来るとは思わなかっただろ、パックンちゃんよ。そうだよ。パックンちゃんよ。パックンチャレンジ、オッケーです。ここから行けちゃうんだよね。オッケーです。パックンチャレンジ、オッケーです。オッケー、行ってるんだよ。ナイスナイス。さあ、ここはもうこっちから来ます。いちいち上から行ってられませんので。これ多分猫じゃないといけないようになってるんだよ。一人じゃ無理だね。猫ならいけるよ。オッケー、キーシャボン。最後、最後気をつけてね、透明度感。
はい、このツアーを見せたら終わりですよ。ツアー滑り台でスライダーツアーに行こう。待って、透明スライダーツアー、僕顔面が痛くさあ、ゴーゴーゴー、あー、チョロンボに気をつけて、今だ、僕もうなっとくわ。タイミングよく、タイミング悪い、悪いな、激悪、無理悪です、無理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 、オッケー、いけた。さあ、もう2つ、はい、こう取って、最後のラストを取ったら鍵が開いたんで、真ん中に行きたいけど、もうこれタイミングバッチリアウトっぽいけど、行こう、行けるか、ナイス。さあ、最後だ、はい、次こそ、ちょっと待って待って、よくない、これ、ちょっとこっち来てくれ、あの上、上だよね、上、一番上のじゃないんだ、オッケー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 です、行きます、オッケー、あれ、俺どこ、どっけどっけ、こっち、オッケー、やりました、てっぺん、あキノピオがいないてっぺん、そして俺のマリオのマークに塗り替えました。やったぜマリオ、やったぜマリオ、やったぜマリオ、ここの旗はルイジになってキノピオになってマリオになるというね、3回変わりましたね。1位はいただきました、断トツやりましたはい、なんとかここドカンツアークリアしました。いやー、なかなかのツアーでした。あの虹なんだ、難しかった。ということで次はね、いよいよ、いよいよじゃないけど、いよいよではないよ、ルイジの苦手なテレサの場所だね。二人で行くわ、行くぜ、ゴー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 、ゆらゆら幽霊船6-2だ、ゆらいっぱいある、ゆらゆら、うわー、ゆらゆらっつうか、もう雨土砂降りじゃねえか、こわゆらゆらしてる、確かに、しかもね、ここら辺にあるかね、確かに後ろにあるかね、怪しいかもしれない、幽霊船だぞ、でも幽霊船っていうことは幽霊船の中にいろんなものがありそうだな、そうだね、こう行くしかないだろ、ドンケツがいる、ドンケツが見えてる、全然幽霊関係ないけどね揺れてるけどね、ドンケツ危ない、Y ボタンで投げちゃう、ごめんね、ドンケツちゃんは落ちといてください、じゃあね、じゃあね、ドンケツ、おー、ドンケツ倒したら声出てきた、なるほど、ドンケツ、なるほど、ドンケツ、ここは何、これ、いや、ドンケツ落とさないように、ドンケツをちょっと助けるブロックだ、そういうこと、ドンケツちょっと助けるブロック目もうこれで誰にも助けてもらえない、誰にも、でも俺たちも助けてもらえない、この針、トゲコンボが回ってるぞ、気をつけろ、トゲコンボがゆらゆら揺れる、この揺れ線の上でゆらゆら揺れてやがる、本当に邪魔コンボ、危ない、さあこれは大丈夫か、バランスを崩したら落ちていくタイプで、やばいやばいやばい、落ちる、二人でやってるからこれ大丈夫、行くぜ、大丈夫か、キノピオ、こっちは人が乗るたんびに動きが、ね、もしかしたらさ、こうな、こうやって上に行ったらここにある、届くとかそういうやつありそうだね、あるかもしれないな、まず1個目のグリーンスターを見つけてここら辺を探りたい、ドンケツを助けるブロックがいっぱいあるってやつだ、ドンケツを助けるブロック目ほら、ドンケツを助けるブロック目、一回助けてもらったな、ドンケツ、ドンケツだからな、ドンドンケツケツ、ドンケツケツ、ドンケツ、ちょっとキノピオ助けてくれなんでそこでじっと見てるんですかさあ、二人でファイヤーチャレンジ、ファイヤーチャレンジ、さあさあさあ、オッケー、いいね、ガンガンいったね、倒したらグリーンストーンだね、あ、やっぱりここはファイヤーがいいってことな、ちょうどいい、ファイヤーできたからね、さあこれは、あー、やばいぞ、ゆらゆら溶けコンボに気をつけて、あそこ入れる、あそこに何かあるのか、入ってみて、入ってみよう、特に何もない、何もないみたいだ、フェイクでしたね、ここから行けるじゃん、安全地帯だね、あそこまではゆらゆら溶けコンボは来ないってわけね、この辺怪しいか、大丈夫か、全く幽霊船といえば怪しい場所がいっぱいありそうで困る、ボキボキだね、こことか、あっち行けそうだけど、これで行く下に行っちゃうのか、幽霊船といえば後ろとかも怪しいね、なさそうか、ね、幽霊船、やっぱ幽霊船、あ、スタンプだ、スタンプゲット、幽霊なんだっけゆらゆら幽霊船、やっぱ水がこれ迫ってきた時じゃないといけないみたいな、幽霊船だからさ、お水が入ってきてるのがね、あタイミングが激ムズです、あやっちまった、もう今度タイミングとか気にしてたらいけないんで、行っちゃいます、いけねー、いけないです、やっちまいました、一旦ファイヤーで戻します、いけないね、これなかなか難しい、いけない、交換消えちゃうね、消えちゃったね、
オッケー、いった。オッケー、いった。いろいろいったね。いった、いった。ここから行ったらよかったんだよ。いけた、いけた。幽霊戦攻略。まだですけどね。全然まだですけどね。あれ、取ったの？これ何？あれ、取ったのに、取ったことになってる。何が？違うよ、あれスタンプだね。あ、取ってる、取ってる、大丈夫だよ。わー、スターだ。スターは伝説するぞ。来るんだ。ケイ、これで怖くない、何も怖くない、何も怖くないっていうか、もう何もなかったけど終わりかい。あ、ここ、NNDやってた。マジか、じゃあ何かあるか。うぃ、床が沈むぞ、気をつけろ。やばいやばいやばい、なんだここ、気をつけろ。なんかね、ほら、あれ、あのグリーンスターをブーメラン、ブーメランでちょっと取って。マジ、じゃあファイヤーで、ファイヤーチャレンジ無理かなファイヤー取ったことなりませんか。なりません、なりません。くるくる回るだけです。やべやべやべ、やめてファイヤ ー、 あー僕らか。やべ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 、テレサが見てる、俺を見てる。やべ、一個取れてないみたい。わわ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 、とりあえずゴールしようか。もう時間ないし、ゴールは近くかな。どこ、ドンケツしかいないよ。ドンケツ倒さないと。やべ、ドンケツに押された、あぶねえ。ドンケツ、やばい、時間がない。頼む、落ちてくれ、ドンケツ。ゴールは急いで、13秒しかないよ。11秒、11秒ね。あったあったあった、もう一個、いけ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 、さすがに怖い、さすが。うわー、危ない。やばー、むずい。4秒しかない。なんだここ、ゆらゆら揺れてるだけじゃないよ。4秒しかなかった。激ムズですね。まあでもクリアできたしね、激ムズとはいえね。フラワーだー。オッケー、フラワーのスタンプが押せるようになったぞさあ、まだまだこの幽霊戦にはご用事があるみたいです。さあ行こう、まだまだありますよ。次のエリアはあれね、隠されたやつと。ちょっと出してみる。いや、後でしょ。後でね、うん、さあ行こう、フリースタート行こう。それだけ。場所がわからないぞ。ゆらゆら幽霊戦、やっぱあれだったんじゃない、先にあったんじゃないか。あったね、うん、怪しいなって言ってた場所の先行けたんじゃないかな。スルーしちゃった、スルーしたんだね。入っちゃったらね、スルーしちゃったんだね。ドンケツスルー、これを倒したら出てきたの。違う、その次のところ、次のところか。あそこに2体いるところ。じゃあここは関係ないみたいだね。ゆらゆら揺れるだけで。OK、 行けた。遠い、意外と遠かった。ほらギリギリ結構遠いじゃんちょっと危なかったよ、びっくり。びっくりですけど、なんとか行きましたんで、これ取っていきましょう。ファイアストップしといて。オッケー、ファイアストップします。取って取って、ファイアストップして。はい。オッケー、オッケーです。じゃあ行きましょう。ここはもう無視。ドンケツは無視です。ここだ。ここ入るな。はい。この先だよ。行けるんじゃない？行けそうだよね。行ける？俺が行ってくる。乗れるかどうか。あー、乗れたけど一応。え、でもなんか中間の場所で。あー。これ中間の場所で。違うのかな？あ、待って、こっち怪しくない、こっち。ほら、あったあった、やっぱりあるじゃん。そっち、じゃあここついてからもここ行ける。後ろに戻ればいいのかな。中間ついたら後ろに戻ろう。そうだね、行け。あそこ、こっから行けそうになかったんで、行けるはずだ。あそこにコインがあったから絶対あの先にグリーンスターがあるな。え、でもここでグリーンスター2つ目じゃなくて3つ目取ったよ。場所的におかしくない？テレサだ。あった。あ、普通にあってる。あれあれ、じゃあ違うのがあるのか。偽物だったんじゃないの。何の偽物。ほら、テレサだったらさ、取ったこと、あー、テレサだったら取ったらなんかテレサマーク出てくる。オッケイ、テレブケチュー。前みたいにさ、あのゴールだと思って行ったらさ、なんかテレサがわーって出てくる。まあとりあえず行ってみないとわかんないし、行ってみよう。頼んだ、ピョピョ。俺、シャボンで行きます。もう僕出れないんだけどシャボンで行こうと思ったけど無理です。あ、よし、やばい、俺あと一発でやられる。あ、そうか、近いもんね。そうだよ、上から行った方がいいんだ。そうだ、下から行っちゃったんだ。あ、行かなかったからだ。そうだ、意外と分かりにくい。さあ、スターでも取って、スターはね、これで行けばいいんだ。なるほどね、スター伝説する、スターは伝説する、伝説スターの始まり、始まり。で、ここだ、ここで戻れるんだ。で、またさらに伝説、ここで戻って、何かがあるみたい。あ、伝説する。コイン。だけかい。あとは奈落の底に落ちるだけ。恐ろしい。ここにグリーンスター置いといてほしいよね。後ろ。落
ちの方が面白いんじゃないのっていうぐらい変な場所にありました。ということであとはクリアするだけ。てっぺんは取ったよな、取ってないね、てっぺん取ってない、取ってない、ゆっくり行ったから取ってないよ、ゆっくりじゃない、早く行ったから取ってないよ、そうだよ、そんなところじゃなかったんだよ、てっぺんなんて行けないよーって。こっち最初のドンケツで遊びすぎた。そうだね、ドンケツで遊びすぎたね、ゆらゆら揺れてるからね、ドンケツと一緒にゆらゆら揺れてたんですよさあここのドンケツは倒さないといけないからね、のれドンケツ、のれドンケツ、あいやアタック、ファイアアタック、これ踏んでもいいんだよ、ファイアアタック、オッケー、踏んでも落ちるんだよ、僕が押してもいい、ナイス、オッケー、2人でドンケツを押して倒しました。さあこのゆらゆら揺れる揺れ線はもうおさらばと行こうぜ。よし、じゃあもうここで最後ですよ、失敗してはいけません、あれ何なの、失敗してはいけません、最後なのに、だから俺がこうこう行ってこう、こう投げるからね、はい、わかります、こんな感じに行こう、うん、じゃあ僕はもう、あの、もう80秒しかない、もう80秒しかない、大丈夫、ダッシュでちゃんと練習、練習 OK、 練習 OK、 OK、ナイスナイスゴール、2人で協力、ナイスゴール、よかった、てっぺん取って、幽霊戦にはもうさらばだ、雨に濡れるのはもうごめんなんだよ、もうびちゃびちゃだ、びちゃびちゃだよ、もうびちゃびちゃだ、 OK、 これで、おお、すまねえな、幽霊戦は得意だったみたいだ、いや、その王冠かぶってたね、王冠かぶってたしね、いや、王冠かぶってなかったわ、かぶってなかったね、じゃあそこに行くか、あ、いいね、これ見たい、これを見たい、ゴー、100突破してるの、全然いけるよ、クリンスターのパワーで、さあ、次のエリアだな、これ、おお、忍者屋敷、超和風、これが次だよ、カラクリ城だって、なんと、ねえ、これ見て、いろんなところにカラクリ城あるな、プクプク、プクプクが金のシャチホコになって金のプクプクだ、なるほどね、次はでも楽しそうだ、金のプクプクっているよ、よし、隠れてたんだろ、でも、もう見つけてたんだよ、前回ね、そうだ、ということで隠れファイヤーブラスをファイヤーで倒しまくる場所です、6の B100 秒しかないからね、急いで倒そう、ファイヤーブラスだけじゃないのか、ブーメランブラスもいいのか、ほら倒したぞ、どこ行った、あとどこだ、あとどこだ、もういない、ティアンディいない、いないのか、まったく隠れファイヤーブラスどころか、このマリオファイヤーに一掃されて、さあどうだった、さあどうだった、どっちが1位か、ここはケリをつけようじゃないか、キラピア、絶対マリオでしょ、俺がファイヤーブロスや隠れファイヤーブロスたちを倒しまくったからね、やりました、王冠かぶってたし、王冠かぶってたからだな、そうだね、王冠かぶってるとずっと1位取りやすいね、そうだね、オッケー、そこで隠れてな、隠れてはい、せっかくそこにスロットあるんだしやっていこうぜ、そうだねせっかくなんでね、うん、じゃあ植えるだけ増やしておこう、二人でできるスーパーウルトロテクニック、せーの、オッケー、せーの、オッケー、これでも十分ですよ、これでも2期ですよ、2期しかアップしないのか、200個アップしたらいいのにね、ね、200個くれください200個、はい、ということで割とテレサすんなりクリアできたんじゃないの、次はだからカラクリ城だな、次も楽しそうだな、うん、タッチ、謎のカラクリ城、タッチ、あれか、ややこしいやつか、いやもう僕すっぴんだけどいいそうだな、なんとかなるだろう、なるか、俺がファイヤーマリオだからな、ワールド6の3、謎のカラクリ城、カラクリ城だ、おお、本当だ、まさにカラクリ城って感じだな、すごいぞ、他は何かある、そうだな、タッチで触れってことか、なるほど、ここら辺が怪しいのか、俺たちに忍者の修行しろというのか、このカラクリ感、折り紙キングみたいだな、面白いな、よし、こう、俺だけ尻餅、うん、痛いち、おっと、気をつけろ、大丈夫だ、任せろ、ファイヤーマリオですからね、ナイスだ、これずっとやってたら倒せるんだよ、いいパントだ、オッケー、ここら辺怪しく、確かに、もしかしたら天井に何かがあるかもしれない、コインめっちゃ回る、畳返しとか、畳じゃないけどね、畳じゃないけど、他にないか、いっぱいアイテムか、おお、ブーメラン、いいアイテムじゃないか、これは面白いブーメランだな、面白いブーメラン、面白いブーメランだなおお、なるほど、タッチでこの扉を開けていく感じが面白いな、うん、おー、もしかしたらこのブーメラン忍者っぽくしてるのか、ここるなるほど、畳の上に何かあるのか、怪しい、
裏から回れるぞ。さあ隠れても仕方ない。クリボー作れ。マリオブーブラン忍者風剣長いねん。おっと出てきたのはキノコ。こっちまで来といて。これだけか。上にガボン止める。確かに上にガボンがいる。カラクリ屋敷と聞いてきたもんだが、これほどカラクリが、ちょ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 、カボン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 飛びとかないとね。オッケーだ。僕後ろから。俺が後ろから行こう思ったけど、行ってくれるか。うん。キノコいらない。じゃあ後ろから頼んでるぞ。俺はこっちから行くからな。よし、ガボンちゃんを止めといてくれ。行くぞ。忍者スタタタタタタタアタック。見てこれ、階段が坂道になった。おお、なんで？一瞬で行かないといけなかったってわけ。危ない危ないね。いや戻れるけど戻ってこれなくなっちゃうよ。一体どういう仕掛けだ。おっと見つけた。隠し使っていいよ。どっちにする。ファイヤーにする、ブーメランにする。ブーメランがちょっと手裏剣っぽいからな。ここはそういう意味じゃないか。オッケー、障子がいっぱいあるぞ。全部開けていい。開けていこう。オッケー、こっちはお宝。あ、大丈夫か。キノピオに何をするこの野郎。クリボン、クリボン。よし、とりあえずこれは何だ。Pスイッチ。確かにあれは隠し階段、カルクリ階段だな。カルクリやどっちかが偽物でどっちかが本物かもしれない。じゃあせーので押してみよう。せーの、どっちもか。こっちが偽物っぽかったな。どっちか言うと、これ、お、お、これはパブロ二人で。確かに忍者屋敷に合うとっておきのアイテムじゃないか。これクリボーじゃん。見てくれ、これはまさにクリボー忍者。見て、しゃがんだらクリボーだよ。これで敵の目を欺き、私たちは侵入できるってわけだな。お、いいね、いけるよ。行くぜ。でしゃがんでいったらめっちゃクリボーっぽい。確かに俺はでもちょっとハンマーブロスクリボーっぽいけど。何これ。俺は、のろすのか。やるな。やるじゃないか。この手ハグ君がやってくれるわけですね。どど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 オッケー、行こう。あ、時間発見。100秒も入ってるぞ。さあ、クリボン倒しておく。どっちでもいいよ。ファイヤーちゃんで倒しておいてくれ。この、見られてしまったんだから姿をね、うん、私たちの姿を見るなんてな、まったく。おっと、いっぱいいるぞ。さあ、そっちに行くからな。ファイヤーで倒すんだ。俺は、狙われないけど。そうなの。しかも、もうブーメラン投げれないよ。そうなの。この格好じゃ投げる。あそこに隠れ身の術をしていた。え、友達がいた、やるな。さすが透明隠れ身の術。見てくれ、あんなところにグリーンスターが。どっちかがどうにかなれば取れんことはないが、何なんだ。グッズはどうやって取るんだ。隠れてる何かがあるわけでもないのに。ああ。どうせなら取ってきてほしかった本当だ。どうせなら取ってきてくれ。もう一回行っちゃったんだから。普通取っていくの。普通ならどうやっていくんだろう、分かんないけど。分かった、じゃああれは後でしょ。もう時間がなくなってきたしな、カラクリ屋敷をなんとかクリアするしかないだろう。俺は狙われないんだけど、倒すこともできなくなっちゃっていまいちなんだよこの格好。え、そう。それジャンプで倒す。あー、ブーメラン、ブーメラン、ナイスナイス、ブーメラン。はい、オッケー、ストップしとこう。なんか狙われないんですけどね。40秒しかない。どこにある。じゃあやばいじゃん、やばいじゃん、鍵取んないと。オッケー、とにかくクリアしよう。カラクリ屋敷を抜けるぞ。ガボンが何であんな場所。確かにあそこにどうやって行くんだ。まあそれはどうでもいい。今はどうでもいいことだ。カラクリ屋敷を何とかして、オッケー、倒して。うわー、敵ちゃん、敵ちゃん。ルイージが一体どこから出てきてんだよ。スルー、マリオ手裏剣。スルースルー、やばいやばい、時間がない。さすがに良い。ガボンチャータック、オッケー。さあ、飛び込んでいく、飛び込んでいく、いけー、飛び込んでいく。おっと危ない、ガボンちゃんが。7、さあ、罠、早く行け。5秒、4、いけるか。3、1、ガボン。さすがに間に合わなかった。なんであんな目の前で。すごいね、この映像。見てくれよこの映像、まさにカラクリ屋敷が全貌だな。これが全貌。サムネに持ってこいだ。よし、とにかく行こう。あ、これ分かった、ブーメランでやるんじゃないの。ブーメラン、でもブーメランじゃほら下に行かないしな。
よし、俺がダイブして飛んでくるから、とりあえず、はい、仕方ないだろう。ダイブマリオです。普通に来たこれ普通どうやって飛ぶの。本当だよな、一人じゃどうやって飛るかわかんねえな。何かあるよね、絶対。でも何か取る手段があるんだよ。ここら辺が怪しいな。ロスを使って何かか、クリボーを使うのか、わかんないね。これだプロペラボックスがこんなところにたっぷりあるじゃないか。こうやってピューだったんだ。なんと簡単な飛行の術だったのか。飛行の術、俺のマリオダイブが無駄になってしまったまあいい、見てこれで滑空、これで飛べることができる。いいぞ、飛んでやる。こんなら飛んでやる。他に俺のアイテムないか。それアイテム出てたんだね。オッケー、これは下に入れるのか。いや、わかんない。もしかしてガボン、これでいけるか。ガボンにはいけそうだな。上からいけるんじゃないか、これ。飛んでいけるかも。いけるぞ、キノピオ、頑張れ。どうやって行ったの。オッケー、でもう一回ジャンプ、ゴー。いけそうだな、これはいけそうだな。ゴール近道で、すでにゴールだ。ゴールの近道。なるほど、あの鍵がいらないのか。そのままいけるのか、これ。うわー、これかこのプクプクのシャチホコ、金のプクプクシャチホコだな。面白い、ピッカピカですよ。それよりもあのガボンの中に絶対あるだろう、何かが。グリーンスターと一個ないしね。グリーンスター、絶対グリーンスターあるよ、ここら辺に。探そう。ガボン横から行けるんじゃないの。まだ時間があるしな。あ、後ろから行けるんじゃないか、こっち。危ないね。二人で行ったら画面切り替わるとかなさそうだな絶対落ちる、絶対落ちるだけだよ、今のありえねえな。どこだ、あのガボンが怪しいな。確かに入れるんだな、横から行けそうだな。やっぱり、やっぱりな。あー、見えないよね。あー、行けそうにない。よいしょ一人で行くのか。とりあえず書きとくか。まだあるよ、プロペラボックス。確かに、あそこから入るのかな。あー、遊びすぎだ。時間ねえし、300秒じゃ足りない。そうだね、こっから行くのかな。あ、いや、いけないな、違う。この穴から入る。いい、マジか。入った。入ってないよ。入ってないわ。あ、入っちゃった。もういい。どっから行くかわかんねー。オッケー、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 上、上ない、上ない、上ない。もしかして、この部屋の中からあそこに通じる何かがあるのかな。隠しの。とりあえず、俺らクリアした方が良さそうだな。クリアするしかないだろう。まだクリアしてないからね、実は。1回ぐらいクリアしとこう。クリアすればとりあえずこの回は全部 OK。 おお、 OK、 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 おお、それっぽいけどもう時間がない。次行くぞ。30分しかない。また遅れたんじゃ話にならないからね。行くぜ。一番上行く。だー何やってんの。見えなかったよ。また来るからいいだろ。ねえ、このカラクリ屋敷はこれで楽しい。カラクリ屋敷、カラクリ屋敷派手だねド派手なカラクリ屋敷です。さあ、いいね、ナイス、キノピオ。行くぞ、今度は頑張っていこうさあ、カラクリ屋敷、どんどん行くぞ。あっちに行けるよ。ドンケツ、あれは何ドンケツだろうな。ちょっと怪しいドンケツですけど。なんちゃらプリンス、なんちゃらドンケツ。ドンケツプリンス？ドンケツプリンスだな、やっぱり王子だね。それはまあ後ほど倒しに行く。まだだ。カラクリ屋敷を何とかしてクリアするぞ。カラクリ城がまだまだです。さあ、タッチしていく。タッチ。タッチするの忘れてたんかな。そう。他にタッチする場所があったのか。ここら辺はさっさと行くぞ。あ、まキノピオ忍者、これ取らせて。何？オッケー、俺も欲しいまだあるよ。俺も欲しいな。倒して、手裏剣で。手裏剣、手裏剣で。手裏剣って何？ブーメランの手裏剣。もう、ぐちゃぐちゃ手裏剣です。手裏剣、あんないよ。手裏剣技はね、作るのが難しいんで。倒して、倒して、俺が倒す。倒す。オッケーです。はい、ストック。さあ、行こう。ここら辺じゃないよ、もう。この辺は何もないことがもう判明している。そうだね、上にいるガボンを何とかしないと。行く。ガボンのこの、あー階段なくなった罠が。どうしたらいいのこれ。普通に登っていける。行けんのかい、ガボンちゃん。そんな罠じゃ私たちを引き止めておくことは不可能だよ。不可能だ。さあ行こう。お金、お金はゲッチャー。コインだった。コインです。お
奥に行こう。ここら辺は、あーそうだ、ここの隠し扉はこれだ。あー危ない、いやー危ない、オープンな、この左側が正解だ。行こう、そっちは不正解だ。そうだね、隠し扉はこれで。もあれかぶれる。なるほどね、確かに。あの変装の術使っていくか、うん、いけ。このクリボーは変装をもらえるからね。もしかしてクリボーを変装してたの？あのクリボーは一体誰に変装してたんだ誰が変装してたんだってわけか。これを叩くとお金がいっぱいです。叩きまくる。たまに敵も出てくるかもしれない場所があるんでね、気をつけないとな。うん、そういうこと。 OK、 誰もいない。おお、いる。でもバレない。これで取っていこう。あー、いた。やっぱりこんなところに隠れていたんだ。しかも俺たちのことを気づいてないみたいだな。ほら見て、完全にこれぞお友達です。これが完璧なお友達作戦だな。びっくりしてるだろう、クリボーにまさか叩かれるなんて思ってなかったからね。わー、お友達くん、ありがとう。ありがとうなんだ。ありがとうです。お、これ行ったね、行ったよね。これ行かないといけないからね。行こう。そりゃそう、さっさと行こう。ここら辺じゃないね、やっぱここだな。さっさと行こう。よし、ここだ。ピューン。さあ、次どうするかです。クリボースピン。ナイススピン。じゃあ、この、とりあえず…あ、気づかれない。やっぱりドッスンでもダメか。とりあえずこのプロペラボックスだろう。でもあ、見て、ずーずーずー、ダメだね、ガボンは容赦なく投げてくるみたいだな。あなた気にしないのか、仲間を気にしないのか。痛いの、当たっちまったぜ。何やって、でもこのプロペラボックスの方がいいだろう、ここは。そうだ、いや僕もプロペラになる。どこに行けばいいの、でも分かんないな。さあどうする、ここからだよ。空から攻めていくしかないけど、隠れた何かを探していく必要がある。あるあるあるです。あるある、あるあるです。さあどこにあるある、どこにある、どこにあるある。 OK、 とりあえずこの鍵は。しかしあのガボンがめちゃくちゃ怪しい。あ、そうか、さっき見つけてたんだな。部屋に入ろう。あの紫色のボックス見つけてたんだ、そういえば。やばいって、ここら辺のドラムを鳴らすと。これは大丈夫。そういうことは覚えてるんだね。行くぜ。ここら辺は逃げていこう。ささ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 さ、うん、すごい。ささ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 さ、プロペラボックスでぐるぐる回るからね。本当だ、行っちゃうからね、先に。危ない。逆にね、シューって行けるからね。でもこれで、あ、ダメ、ドラムドラムドラム。オッケー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 、オッケー、これだ。ドラムじゃないような気がする。ドラないような気がする。ドラですね。ドラを叩くんです。あー、でここで倒せばいいってわけね。めっちゃ弱い。やっぱりここに入れたわけだ。めっちゃ弱かった。なるほどね、しかも弱かったな、あのガボン。全く俺たちの相手にもならん。しかし1個まだ取れてないのか。あ、スタンプだ。全然見当もつかないよ、このスタンプ。やっべえな、ガボンのスタンプじゃない。あ、あるわ。どこに行けばいいんだ。とりあえず一番上てっぺん行っとくか。ちょっと待て、うん、ここら辺怪しいかな。でもシャチホコとか関係ないのかな。どこにスタンプあるんだ。まずいな、これ満月。いい眺めじゃないか。しかしスタンプの場所がわからない。予想つかないわ。さあスタンプの場所がわからないけど探るしかないだろう。行くぜ。スタンプゲッチューの旅に行きます。やっぱりこうタッチするところを忘れてんのかな。この辺何もないね。どうしよう、あのガボンが何か持ってるわけでもないしな。この辺のタッチは、おーおー、これは全部取ったよね。うん、どこだ。スタンプっていうと場所がさ、どこら辺っていうのか分かんないからね。さっきの上怪しいよ。まあとりあえず先進んでみるしかない。やっぱり中間ポイントから先なのかな。まずはプロペラボックスかな。プロペラボックスを取って倒すか。ブリケンで、ブリケンで倒すか。ブリケンで。よし、じゃああのプロペラボックス取っていく。この辺がね、意外とさっさと行っちゃうんで、どうしても。あ、90よ。時間がないっつってね、どうしても走っていくから、ここら辺が怪しい。行ってみよう。もうこれはいいか。確かにドラはもういいだろ。ドラは叩きまくった。叩くんかいい。あ、ちょっと見て、あれトゲコンボ転がってってな。ほんとだ、もしかして。うわー、隠し、こんな隠し方あんの。うわー、やばいやばい、ほんとトゲコンボ飛んでってる。ちょっと待って、やったー。10秒、たった10秒。前よりはマシだ。オッケー、スタップ取って、こっちに回ると時間か。オッケー、なんとかしていこう。これでゴールだ。
ここからゴールはできない。まさかここから行けるとは全く思ってよ。オッケーオッケー、行って行って行って、時間がないから行こう。もうマリオ行こう行こう行こう、さっさと行こう。もうここへ行くぞ、駆け抜ける。僕の話はね、ゴー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 。いやー、さすがにカラクリ城、あのカラクリは見抜くのが難しかった。わかんないわ。ガボンのトゲコンボがガマグチくん、友達。ガマグチくん、まあトゲコンボがね。ね、友達のスタンプだった。友達スタンプ嬉しい。かわいい。よし、カラクリ城はなんとか攻略できた。いや難しかったね。うん。しかし次はあの猫ドンケツもいるのか。うん。まだでも。猫ドンケツじゃないよ、ドンケツで。あ、ドンケツプリンセスが、プリンスがいるのか。プリンセスじゃないよ。まあでもその前にこっちだな。これだね。さあこれだ、ワールド6の4。この危険そうな場所にレッツラゴーです。イカダでジャングルツアー6の4。ジャングルツアー、イカダね。あ、イカダ進んでってるよ。イカダつか毒沼に見えるんですけど、あ、これしかないの。イカダやばいっすね、これ絶対難しい。あー、やばいやばいやばい、もうすでに難しい、もうすでに難しい。上行けてない、絶対なんかある。でももう行ってる場合じゃないよ。僕行っちゃったよ。行こう行こう、行ってもなんもないし、やばいよ。はい、行こう、上だ。危ない、これ何、イカダと一緒に移動しながら。あー、やべえ、これ毒沼だ。やっぱり一撃です。ちょっと登った方がいい。登れなくなっちゃった。もう登れないよ。ということは行くしかないな、このハッチンと一緒に。あ、寝てる寝てる寝てる、何こいつ何こいつ、寝ておいて、寝といてくれ。のびのびパックのもの寝といてもらう。オッケー、ベル出た。ここにもベルあるか、ないか。ベルもないのか。どうするどうするどうする、上に上に行くしかないんじゃない。うん、行って。うわ、行けない、ちょっと待って。くる回転したらいけるかな。おお、いけた。あれはジャンプ、あれはこれ、あ、痛い痛い痛い、落ちちゃった。やっぱりここ、あ、あんたできるね。頑張って、やばい、これタイミングよく行かないと、手がタイミングよく行かないといけない。落ちちゃうんですよ、毒沼に。毒沼直行便の透明土管だったんだ。よし、猫ワンジャンプだ。そっちかい。間違えた。方向をミスったらああなる。よし、中間ポイント。方向ミスったらああなる。まだね、クリスタは1個しか取れてないけど、とりあえず順調に来てるんじゃないか。まあ順調とはいえ何回も落ちてるけどね。順調じゃない。はい、イカダ来ました。この巨大イカ、イカダが巨大イカ、あ、やばい、上に行きたいけど行けない感じ。ねえ、見て、どうしよう。ねえねえ、巨大イカなのこれ。巨大イカダです。オッケー、巨大イカダね。上上上上、なんとかして上行けない。無理、ここから激ムズです。オッケー、なんとかして取りたい。さあ、グリスター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 、二人で行けばグリスター、二人で行けばグリスター、オッケー、よーし、よし、いいよ、いいね、いい猫っぷりだ、オッケー、いい猫、俺の猫マンジャンプで、ガンガン行きます、オッケーです、それ書くのによって、猫、オッケーです、オッケーです、書くね、書くね、お、ここ怪しい、ほらね、そこから行った方が絶対いいじゃん、ちょっと待って、ね。安全ってこと。あ、伸び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 に、あ、伸びられたな。伸びられる、伸びられたら危険です。どうぞ。やばい、見て、急流下りみたいになってる。わ、このドグルマジャングルを急流下りってどういうこと。やばいぞ、これコインをいっぱい取っていけるんですか。うわわわわわ、やばいやばい、だーった、うわー、毒がかかって、痛い、目が痛い、しみる、目が痛い、しみる。あ、ちょっと待って、奥がありそうだね。でもいけないか、これはさすがにいけないのか。僕行ってみる。そうだね、ぶっかえてる、ぶっかえてるよ。いけるわけないじゃないか、あんなところ。イカダしかいけない。あー、なんだこれ、毒沼は終わったけど上に行けばいいのか。あー、ちょっと待って、俺ならいけるからな。もうとりあえずね、ね、僕も上に行きたい。オッケー、来て、とりあえずてっぺん取っとこう。行くぜ、俺が後で行く、先行ってみて。全然ダメじゃないかーい。って俺も全然ダメじゃないかーい。とりあえずてっぺんは取っといた。いやー、このジャングル、イカダツアーと言いながら、ね、誰もツアー案内してくれる人いません。ボコボコしてる、ボクさん。しかし勝手に動く自動イカダは一体どういう仕組みでしょうか。入ってくる。おー、かわいい、キノピオの猫ちゃんバージョンです。マリオはなんかこうやってしてると、グリグリしてて。オッケー、いただきました。久しぶり、ブリブリ。
さあさあ、まだグリーンスターがね、あと1個取れてないんで、あと1個だけだったの、見てなかった。もう一度ツアーに参加します。もう一度ツアー行ってらっしゃいです。行ってらっしゃいです。行ってきますですけどね。そうだね。はい、イカダジャングルツアーにレッツゴーゴー、イカダツアー。イカダさあ、どこにある。最後のグリーンスターが取れてないだけだから、どこだろう。割と全部最初の方行けてんのな。オッケーです。いいよ。たまたま測定した。測定さあ行こう。さあ、ここら辺は猫マンジャンプでさっさと行けるってことかな。角度間違ったらすごい。気をつけてね。でもイカダのスピードは変えれないから、うある意味お互い同じスピードで行けるね。そうだね、ゆっくり。そういう意味では一緒だな。あれ面白い。これをできてないな。これが怪しいな。じゃあ、あれなぜと思ったけど、なんもない。あるよ。ここに行けるだけ。あれは上のただのぶら下がり棒だな。関係ないさそうだね。僕いつになったら復活するの。確かに、いつになったら復活するの。もう復活してるよ。あーどこ行ったの。復活したのにどこ行ったの。落ちたの。落ちたんだよね。はい、これはイカダがどんどん。これも関係なさそうだね。イカダ特に何もない。ほら、ブンブン触れるだけで、これ取れるだけ。グリーンスターだけだからね。オッケーです。ジャンプして離脱します。一緒離脱するな。はい、あと1個のグリーンスターがどこまでかですね。今どこでしょう。わかんない。イカダがないし、どこだ。こっちか、こっちか。どこにもしかないけど、あー、あんなとこにコインがある。こっちか、こっちか。じゃあ、そっちか、そっちか。知ってるわ。さすがに知ってるわ。壊した。イカダについていくだけです。え、グリーンスターこれ取ったよね。取ったよ。どこ行けばいいの。じゃあ全くわからない状態になってきた。オッケーです。あった。ないね。こっち側に行ってないぞ。行ってないけど何もないよね。これ特に何もないですけど、これ何。叩いてみる。コインだけ。グリーンスターが見当たらない。この下が怪しい。いけるか。いけるわけないよね。使えるよね、どうしても。これは頭がぶつかる系ですね。そうだ、ぶつかる系。なんか怪しい。こっちか。見えてないしね。あっち何もない。どこにあるんだよ。じゃあこの上か。急いで登る。俺が登れる限りで登ってみるが、ないか。次は俺がシャボになる。一体どういうこと。やばい、イカダが行っちゃう。どっかに行っちゃう。やばい、行かない。行かないで。イカダ、行かないでよ。イカダ行かないでくれ。どうするよこれ。大丈夫、ここにすぐストックあるからね。これ取っとこう。さあ、問題はここら辺のグリーンスターがわからないってわけですね。さあ、問題ですね。これは大問題ですよ。そりゃそうですよ。グリーンスター取んないと話にならないからね。やばいやばい、見えない見えない。なかなか難しいぞ、ここら辺。どうしよう。あっちの上は関係なかったってことなんで、しかし、イカダが勝手に動くからね、あんまり行ける場所ないんですけど。どっち。ここにあるんだ。危ない。なんでか。ブンブン振ってたら来たらダメだよ。ブンブン振ってたら来たらダメだよ。どういうこと。ブンブン振ってきたからだよ。どういうこと。ここ怪しいの。うわー、怖いよ。早く行くよ。やっぱダメかな。ここら辺じゃないのかな。あー、この急流は関係なかったよね。でも急流になんかがありそうだ。急流の下に何もなかったし、途中に何かあるってわけでもなさそうだけどね。これはどこにあるんだ。ジャンプしてるけど、あー、ジャンプした終わりです。ジャンプした終わりです。あー、なんもないよ。どこ。あー、グリーンスターが見当たらない。一体どこら辺にあるんでしょうか。でもここら辺だよね、絶対。行き先はもうイカダに任せです。イカダ任せです。イカダ任せです。危ないよ。取っちゃう。近くに来ると触れないんだよね。あー、なんで取っちゃうんだよって。取っちゃダメでしょ。取っちゃうって。何ですか、取っちゃうって。どこ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 、これどこ、マジどこマジどこ。マジどこ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 。イカダツアーでマジどこ。どうしよう、マジどうしよう。はい、ここら辺は怪しいけど全然何もないしな。一体どこにあるんだ。ここどっち入ってるの。ここら辺は溝があるだけだしな。何かあるのか。ここなんかタッチか。あのカラクリ城のようにタッチするのか。関係ないよね。タッチか。タッチしたらこのイカダ止まんのか。そういうわけでもないよね。それはすごいわ。イカダメ。イカダメ。これでも取れない。あ、取れた。取れた。なるほど、ハンド組んで取れたのね。ここのコインはジャンプしちゃダメだよ、みんな、うん、ハンド組んで取ればいい。やっと。さあ、どうする。ここから何がある。何もないぞ。行ける場所なんかないぞ。どこだよ。上か。この上か。
あったー、マジでやった、びっくり、なんでやった。俺天才。やったマリオ、イカダツアーを制覇しました。やりました。まさに私がジャングルの王者です。そうだったの、ジャングル王者です。イカダジャングル王者です。わー、やったね、こりゃいいぞ。まさかあの上にあるなんてな、猫がないといけないツアーです。みんな頑張ってね。にゃおです、にゃお。さあグリーンスターゲッチュということで、ガンガンいった、オッケー。ごめんね、今回は王冠全部ゲットということです。すごいね。さあここをクリアしたけど次に進めないね。これだね、この猫プリンセス。猫プリンスね、猫プリンス、プリンセスじゃないって王子倒しに行く、猫じゃねえし、ドンケツ王子だし、ほんとだ、当選簿、ドンケツ王子、6の A。 あれ、さあ、そうそう、かかこれはこうやって透明土管に入れて吸い込まれて、行っちゃってこいよ、ほら、おー、ほらほらほら、そしたらどうなる、そしたら、はい、行きたくなった、ポカン、ポカン、ナイス、ポカン、ナイス、ポカンってだって大きくなって、だけが大きくなる、なるほどね、これどんな攻撃なの、そうそうそうだね、ちょっと見てみようぜ、皮膚だけなんだ、はい、猫ドンケツくん、猫って言っちゃうよね、どうしても猫って言っちゃうね、はい、おい、オッケー、ドンケツプリンセス、プリンス、プリンスだ、ドンケツプリンス、テンテテンテン、ドンケツプリンス、ペンペペンペン、吸い込まれると細くなって蹴られる、蹴られる、あー後ろピューってきて、はい、はい、はい、このまましてるとどうなるの、見たかったけどね、まあ仕方ないね、はい、残念ね、ボッカンですね、ね、はい、ボコボコしかやってないんだけど、はい、ドンケツプリンセス、だからプリンスドンケツプリンスは細くなるよ、なんでプリンセスなのよ、なんかプリンセス言っちゃうんだよね、男の子だってば、あんな王子ではダメです、私たちから全く勝てませんよ、僕にも勝てないよ。どこら辺が王子なんでしょうか、どこら辺、このとこ、ドンケツ鎧にしといてください、ドンケツ鎧ということで、どいてください、当選簿はこれでお邪魔です、お邪魔、おっと次は風吹くやつか、風吹くやつ、この透明度感なんだ、確かにこれはあれか、戻るやつか戻らなくていいよ、え、何これ、おお、いけるやつやん、取っとこう、ね、ルイージいるかな、ルイージ、確かに隠れルイージがいるのか、いない、あれどこにいるんだルイージ、おい、あ、このヒラヒラに紛れて急に出てくるんだ、おいた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 、ルイージやっぱり隠れて、あ、ちょちょちょ、隠れやがった、もう行っちゃったよ、この鳥がね邪魔してたみたいだね、なるほどね、まあそんなの興味ないけどね、ルイージくん、はい、ナイス、ストップ、いい顔だったね、妖精ちゃんじゃないか、おしとやかだねさっきのキノピオの顔、いい顔だったね、優雅に飛ぶ顔、うん、ちょい目つぶりです、最高、いや、ありがとうね、じゃあももちゃん、スタンプはいただいていくよ、バイバイ、じゃねバイバイ、バイバイもも、ん、さっきバイバイって言ってあ、ちょうどあの妖精ちゃんのスタンプだったね、バイバイ、下に見えるね、あのさ、橋の虹綺麗だよね、あの橋を渡っていくぞ、ルイージ何やってんだあの橋の下で、海に浸かってる、どんだけでかいんだある意味、トップって浸かっちゃってるよ、ここにでもいるルイージだな本当に、あ、いなくなった、あの場所からしか見えなかったんだな、あ、いる、お、いたこんなところにいた、ちょっとこれワールド戻ったら見えるのかな、どういうこと、あー、こっからってこと、あー、いなくなったな、見えないな、あれはやっぱ上からしか見えないんじゃないか、角度的に無理だ、ほらやっぱいない、あの雲の隙間からしか見えないんだよ、あのルイージ、この隙間から見えるルイージだな、あ、いなくなった、どっか隠れたな、また、おいた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 、ひょっこり出る、出ルイージ、もう何なんだあのルイージ、でも面白いね、暇そうにしてやがるぜ、ちょうど端に隠れるよーし、じゃあ次のエリア、次のコースがこれ、これで合ってる、こっちだよ、6の5はこっちか、わかりにくい、さあ行くぞ、ゴー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 、わーい、トップの雪山、6の5だ、トップの雪山、じゃあ落下される、やばいな、吹き飛ばされる系、おお、なに、あれがトップ、なんかここら辺、怪しくない、そこで焦ってたらもう時間なくなる、時間なくなるけど怪しいところ、あー、大丈夫か、あのトップの先に何がある、ファイヤード、ここはファイヤーがいいのか、
いやちょっと怪しいぞ。これはネットがいいだろう。倒せるのか。倒せません。この上怪しいです。おいなけ見えない。ごめんねごめんねごめんね。おい見てこれ、雲の上になったらちょっと視界が悪くなるな。行きます、下に行きます。ねあれソフトクリームみたいな。ちょっと どっちがいいんだろう。あー取っちゃった。結局取っちゃった。どっちするの。ファイヤーじゃないよ、ファイヤーじゃないよ。なんでなんで落ちちゃうの。カップに落とされたの。せっかくのファイヤーが言わないから。まあファイヤーはどっかにあるんじゃないか。うわー、なんだあれ。初めて見る敵だ。うん、なんだこいつ。何後ろから攻撃すればいいのか。えい、いやもうどうしようもない。ファイヤー当てればいいのか。無敵だね。ファイヤー当ててみよう。えい、ファイヤーいなくなったぞ。隠れた。ファイヤー当てたところでどうにもならないな。後ろからファイヤー当てても関係ないな。特に問題はないみたいだ。とにかく食らっちゃダメ。そんなに怖くないし、可愛いし、どっちかというと可愛いし。そうだね。無視していい。いやいや、いきなりさ、トップスピード、はい、びっくりするよ、あのびっくり棒。ねえねえ、華麗にスピンを決める気の美容。いいね、俺もこの華麗に滑る赤いシューズのマリオです。イエーイ、いいね。ストック取っといてお願いします。あ、これは俺が行ってくる。うん、これならいけるっぽいよね。いやハリの上も痛く。あーあーミス。ごめんちゃい。別にいいよ。まあ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 大体分かってきたんでね。行きましょう行きましょう。うわあ。それファイヤー。オッケー二つ。よろしく。危ないよ。オッケー。とりあえずファイヤー。ファイヤー取っといて。さあこれはまあ無視。かわいい。かわいい。ライターン。かわいい。かわいいやつに食らいました。弱いね、カニ歩き目。カニ歩き目。よし、これを。あー、ちょっと待って。あなたがいないと取れないこともないか。まあ、別に行ってくるね、うん。俺が行ってくる。僕いるから大丈夫。あ、そうだね。スーパーダッシュで行ってきて。もう当たる寸前でシャボンだ。すごいタイミング悪い。オッケー、シャボン。ナイスシャボン。ナイスシャボン。いいね。二人を並べば。これ登ったら。あー、ちょっとそもそも上行けないんだ。あ、行けるやん。行けるよ。オッケーオッケー、ファイヤーありがとう。セキュー、セキュー。早く取ってくれ。すっごい飛ばされるんだ。よし、こっちから行こう。滑るし、飛ばされるし。この突風に気をつけて。あ、俺が突風を止めておこう。あ、これ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 。あ、じゃん、関係ないな、俺。何してんだ、俺。突風、これで止めれるじゃん。ファイヤーいらないじゃん、ファイヤー。ファイヤーいらないじゃん。自分で止めれるよ。なんだよ、いろいろ止める方法があるの。よし、頼んだ、止めといて。オッケー、いいぞ。なんかあった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 、隠れ、ハテナがある。何隠れ。いやー、グリーンさん、グリーンさん、グリーンさん見つけた。これ止めといて。止めといく。そっちじゃないって。こっちを止めといて。こっちだよ。いくよ、グリーンさん、受け中。オッケーです。止めと、気なくやけ、今だ。ありがとう。俺が止めといポイントてか俺も行けばいい。うわちょっと多いな。一緒に滑っていくしかないね。でこれやばくない。あ、ほんとだ。せーの、いくぞ。まだまだ行くのか。なめた、これで俺飛ばされるやないかい。そのものかっていうか絶対ダメでしょあのタイミング。ひどいわ。オッケー、グリーンスター取ったことになってるけどね。何回ここやってんだよ。よし、これで止めておく。あの突風野郎なかなかだな。突風野郎って何。タラコ唇め。タラコ唇、タラコじゃないじゃない。唇分厚いよ。まったく伸び伸びパックみたいだな。あれ、かついさあどうする。あー、避けれた。危ない、危ない。その唇。おー、当せんぼ、当せんぼとかいけませんぼ、いけませんぼ、いけませんぼ。投げたんぼ、投げたんぼ。ごめんなさい、クリボクリボびっくりぼ。オッケー、やっつけた。あれはダメだ、あっちから行ってもいけねえ。結局落ちるだけだ。ね、これ取って。あ、オッケー、ファイヤーね。うん、ファイヤーストック。さあ、ここ。勝手に進むこれ。突風雪山、やっぱり難しくなっておりますね。およし、まず見つけたこの透明ハテナブロックから行こう。逆を決める。おい、どこにあった？あったあった。これで叩いて。いける。オッケー、じゃあこれは行きましょう。うわー、なんてこと。大丈夫、針の上に落ちるだけだから。まだね、まだね。さあ、ここはアイテムは出ないね。これがアイテムだった。
出ないね。アイテム出ません。とりあえず取っときました。何してんだ。シャボンシャボン、オッケー。さあここだよね。ここはちょっと待って、いえーマジ、まあそうだね、二人ともやっちゃったらもう終わりですね。いやちょっと待って、次のタイミングでいこうかな。いきますよ。オッケー、今です。ナイスゴール。ここら辺何かある？あ、何かある？ありそう。おお、長い。これまた上行けるやつ、歩いて。おお、することは必要ないかな。オッケー、ももちゃん、まあ、ここから上行けるけど、行けるけど行く必要はなさそうだったね。行ってみようよ。行っても何もなかったじゃん。ももちゃん見ようよ。いや行っても何もなかったでしょ。あそこゴールです。ガーデンって書いてる。あ、見て、グリーンスターも1個あるし、あれが2個目だったら戻る必要ないでしょ、うん、まあ、絶対大丈夫だ。行ってみたい。行ってどうするんだよ、マジで。行ってみたい。絶対何もない。どーっと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 。でもしかも俺が行くんかい。これ斜め難しいんですけど。ほら斜め難しいんですけど。分かった、じゃあやめて、やめて。何しに行くのこれ。分かった、じゃあやめて。何しに行くのこれ、マジでマジでマジで何しに行くのこれ。転がる転がる。危ないよあれ。転がるイージ。いや もしかしたらなんかあるかもしれないけど、まだちょっとほらスタンプとあれウィスターが全部見つかったらあれは関係ないでしょ。俺だからスタンプ取ったって。スタンプ取った、取ってるじゃん。もうじゃあグリーンスターだけだったらもう絶対関係ないじゃん。もう分かった。ちょっと僕も履きたい。履いてください。もう分かったし、グリーンスターの場所あれだよ。おお、見つけた。これこれこれだよ。これこれグリーンスターです。絶対グリーンスターです。うわー、滑っていけってやつ。急いで行くぞ。もうどっちでもいい、急いで行くしかない。さあ滑って滑って滑って、ゴールゴールを目指して滑って、ゴー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 。ナイス、ピョン。あなたはスケート選手になるつもり？ならないつもり。ならないつもり。やられたつもり。クリボーごときにやられた。クリボー軍団来てる来てる来てる。オッケー。さあスケート靴を履くんだ。それで滑って、いけないんだ。それで滑っていけないんだ。なんで投げる？いくぜい。ダッシュできないんだよね。一回投げないと。Y ボタンでダッシュなんで。危ないよ。あ、あったよ、スケート靴。どうぞマリオ。どうぞどうぞ。あ、オッケー。ファイヤーファイヤーファイヤー取っていいよ。ファ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 イヤー取って、どう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 ファイヤー。さあ、あのグリーンスターをどうにか、おお、突風と共に取るってやつか。なんちゅうグリーンスターだ。まったく。グリーンスターとして一体どういうところにいるんですか。あー、いってらっしゃい。自分を犠牲にしていったよ。ナイスでした。こういうやり方もある。さあ行くぞ。ここは一気にゴー。突風かけない。さああとは、あ、また突風ちゃん。あっと、突風ちゃんと一緒にこの壁も OK だ。俺が抜ける。よし、来るんだ。いいぞ。さあ、キュピュ。もう40分。だいぶ時間ないけど、どうするこれ。はい、これなんか変なやつ。オッケーです。ごめんね、キトピョウ。行ってくるぜ、俺が。オッケー、早く。いいぞ、来た。25秒。さあ、間に合うかな。このギリギリ行けそうだけどね。この上ゴールだったから。オッケー、じゃあ、てっぺん取るぞ。時間がないけど、てっぺん取りたい。あ、時間ないな。てっぺん後にしようか。いけるか、キトピョウ。ナイス、てっぺん。あ、私も。オッケーです。なんとギリギリ7秒でこの突風雪目を攻略してやったぜ。やったな。スタンプゲット。やばい、めちゃめちゃイケてる。赤い靴に履いたマリオだよ。やばいね、赤いのが目眩しい。珍しいじゃない、眩しい。やりました、突風ちゃん。割と簡単だったね。最初の方は苦戦したけどね。全部いけたね。やったーやったーやったー。なんでだよ。何がわぁ、よし、あのチョロボン。これ何、次の次の次だな。チョロボン黒いね。気持ち悪い。影っぽいね。よし、それキノコ部屋でアイテムゲッチュしておきおきや。おきおきやおきおきやおきやねんか。さあ、アイテムをいただこう。ここのアイテムが次の場所に役に立つはずだ。さあ、どっち行く？はい、おーっと、早いね。このキノピオ見て、キノピコカラーだよ。ある意味、逆の、いや、紫だ。逆っぽいね、逆のキノピコみたい。おー、逆ピコ。逆ピコってなんだよ。キノピコの反対みたいなカラーしてるからだよ。
いい色じゃないか、でもな、うん、いいカラーだよ。紫キノピオだよ、僕は。なるほどね、キノピコはピンクだね。そう、キノピコはキノピコキノピオ、キノピコだけキノピコなんだよ、うん、あとは全部キノピオだよ。なんとかキノピオ、なんとかキノピオ、なんとかキノピオ、色が最初についてあとからなんかみたいな。まあ、まあ、キノピコだけ、特別扱いということで、僕だけキノコ族はいっぱいいるよ、僕もいるからねオッケー、キノコ部屋はゲッチューということで、次は今度はこっちだね。次は終点です。終点ですって、どこが終点だよ。なんだこれ、雲。だって汽車ごっこする。これこれ雲、怪しい雲があった。これなんだこれ、ソフトクリーム隠れ物はないか。ないな。なんだこれ、関係なさそうだな。ワンアップ。お、俺が入ったのか。はい、俺なんか雲の中入ったよそこから入れたんだね、こうやって、はい、おお。やっぱり隠れワンナップ見つけてやったぜ。そして次に挑む場所はここ、ワールド6の6。次はかなりの敵の攻撃が多い場所になるであろう。気をつけていくぞ。攻略キラー要塞。キラー要塞だ。キラーがバンバン飛んでくるってわけだな、この6の6目。おっと、上に行く系か。下には何もないのか。ここ怪しいな。ここいきなり猫だったらいけそうな場所を発見してしまったが、はいはい、僕を了解だ。上にまず担いでジャンプしてくれ。よし、ナイスだ。オッケー、なんかないか。ドッスンとかしてみるか。なんもない。なんもないのか。怪しいのにね、めちゃめちゃビョンビョン板がある。うわー、雲突っ切り抜けまくり。やばい、グリコンがいるぞ、気をつけろ。だが俺たちはファイヤーだ。ファイヤーアタックファイヤーにかなうとでも思ったか。うわー、いきなりやったね。やっぱこれがいいんじゃないの、使いやすそうだな。でまあクリボンにはこれでも攻撃できるしね。キラーだけ気をつけないとね。気をつけろ、キラーはね、攻撃しても倒せないからね。いや、倒せてたよ今のはね。キラー同士に当たってんだよ。いや、分かってるよ。キラー同士に当たってるから倒せてるんだよ。いや、分かってるよさあ次どこに。あ、上か。なんだあのベルトコンベアみたいな上に行くやつ、エレベーターみたいなやつ。すげえな、猫のエレベーター。猫エレベーターだね、掴めるからね。さあこっちはなんだ、キラー。こっちはキラー。オッケー、猫マンジャンプで行く。ゴーゴーゴー、猫マンジャンプこっちはなんだ。おっと、ハト、かわいいハトが乗っていた。この、あ、待って、これあれか、金のボックスバッグ違う、へい、普通、いや、ちょっと待って、まだ怪しいところは上もあるって。この上に、なんもないんだ。なんもないんかい。ここ登れる。確かに行けるな。猫が行くと、猫で行くとかなり行きやすいかな。でもあっちになんかあるかも。怪しいよね、こっちは。あ、上に怪しい場所もあっけん。ちょっと待って、俺、シャボンになります。シャボンで行くね。この下は何？絶対怪しいな、ここだな。俺が叩いてみる。おおって、それだけ何が多いんだっけ。なかなかキラー要塞、要塞見つからんね。グリーンスター1個もない。あ、あった、こっちにあれがあった。違う、グリーンスターじゃないけど時間があった。この時間は、あった、グリーンスター1個目。あそこのベルトコンベアから行きたかったこれ乗るのね、レッツゴー。さあこれが1個目なのか2個目なのかですね。1個目でしょ。ナイス、1個目。要塞長いじゃん、要塞。あそこにさ、ももちゃんいるんだよ。ももちゃん、あ、下にも行く道があるの。いや、違う、あれ進んじゃう。オッケーです、あれ進んじゃう。じゃあまずこの木箱を引っ越しまくろう。なるほど、キノコ、木箱からキノコ。なるほどね、あ、落ちる、キバノコ。あー、落ち、おー、落ちてない。ねえ、見て、これ撫でてる、撫でてる。とりあえず見てみよう、こっからとりあえず見てみよう。あそこがゴール。だいぶ高いな。なんか1個はあれだな、ミステリーハウス的なやつがあるもんね。了解、いくぜ。なんかこれやったらおーおーって言うんだけど、なんかちょっとあれなんじゃない、照れくさいんじゃない。なんか嬉しそうだよ , 笑ってたよ。とりあえずこっちだ。さあキラー要塞はどんどん上に行く系だね。気をつけて、クロンがいるな。危ない危ない、上に何かあるか。 OK、 ナイス、いいね。こっちこっち、本当だ、矢印。こっちから行ける、あのあれだ、ボックスがある、ハテナボックスだ。あれに入るぞ。オッケー、そんなに難しくないんじゃないの。俺たち楽勝になってきた。これ猫で行ったら、猫で行ったらこっちから行けるよ。いい、
けたね。なんだこれ。どうしたキラー要塞。俺たちをもっとキラーで貶めるかと思ったが、それほどだな。あんまり、あ、上行ける。あんまりビビるほどでもないぞ、キラー要塞。上行けるね。猫で行けば簡単だしね。猫ちゃんのさ、ペルも結構いっぱいあるしね。あ、そっちじゃないっぽいね。コインだね。ドッスンしてみたら。ドッスン、おーっと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 、まさかのワンナップキーナ、キャー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 、ワンナップキーナコー、言い間違えたら、ワンナップキーナポーになっちゃったのよ、ワンナポー。ワンナポーがワンナップキノポーになったかもね。ワンナポーって何？ワンナップの言い方をワンアップだからね。あはー、ちょっとあの発音よくしたつもり、ワンナポー。そんなわけないでしょ。それがワンナップキノポーになった由来かもしれません。どうなの。ちょっと待って、時間がなくなってきた。あなたが噛んだだけでしょ。言い間違えただけですよ。横から行った方が早いんじゃない。全くキラー要塞なんか。横から行った方が早いんじゃない。毎日すぎるですけど。横から行った方が早いんだけど。横から行った方が早いよ。中身なんでええわ。このマグナムキラーめ。マグナムってんじゃねえ。おーおー、すごい、マグナムキラーのあの出方すごかったね。いい感じに出てきたね。どっか来るよ、ほらほら。どうした、うん、俺にかなとでも。あー、ちょっと待って、まだ1個足りてない。ちょっと1回クリアしよう。じゃあ前は俺はこっちから行く。わー、やばい、いけないいけない。とりあえず1回クリアしないと。あー、一緒か。オッケー、こっちから行けるか俺。いや、いけないいけないいけない。横に行ける、これ横に行っちゃう俺。これ行くよ、もう。おっとよ、やばい、見つけちゃった。早く取って。見つけちゃったし、行こう、ゴールしないとね。あった、ゴールもできた。どうするよこれ、楽勝っぽくね。でもまだ1個見つけれてないものがある。スタンプ。そうです、スタンプを取りにこのキラー要塞もう一度行くぞ。キラー要塞というだけに大したことないな、本当に。どこがキラー要塞なんだよ。要塞だよ。おい、キラー要塞粉砕、キラー要塞粉砕、壊したの。さあ、スタンプをゲッチューしに行くよ今度は。でもスタンプの位置は全く分かりまっせん。わかりまっせん。スタンプの位置全く分かんなかったな。予想もつかない。どうしよう、まずいよ。横から行った方が、猫で行ける場所があるんだろうな。横から行った方が早いよ。今回は早く行けるから早く行くよ。どういうこと。よし、行け行け行け、ゴー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 。どこにある、俺のスタンプ出てこい。俺のスタンプ、ハンコだ、ハンコ。ハンコを見つけたい。ハンコ見つけた。ハンコを見つけたい。ハンコ、ハンコ。ハンコで、どこ、ハンコ。ゴー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 。おっと、これかけない、かけないやつ。乗れるんだね、ごめん、乗れない。乗れない。乗れません。さあ、次どこにある、ハンコ。怖いな、ヘッドもつかない、ヘッドもつかないよ。なんか怪しい場所あったっけ。わっ、先行ってくれる。はい、ここも行ったもん。ここ一応行ったよね。うん、コインしかない。ハトさん、ハトさんがいるだけ。ハンコじゃない、ハトかな。惜しい。ハント、ハント、ハントじゃねえ。ハント、ハンコが欲しいんですけどね。ハントって何。ハトじゃなくてハンコが欲しいんですね。ハントって何ですか。ハンコっていうのはハコとハントを合体させて、ハトとハンコって合体すんのか。しない。あ、わかった、上。マジ、ここの上にあんの。違う、なんか行ってないかなと思って。行ってるよね、ここも。ここにキノコか。キノコ。いや、これキノコです。キノコだね。ただのキノコです。でただのキノコ。そう、ただのキノコです。ただのキノコだね。他には何かあるか。ハンコだよ、俺が探してるのはハンコだ。で、猫っぽい子したの。これね、猫っぽいよ。俺たち猫っぽいよ。どうするよ。マリオ、いいジャンプ、いいジャンプだ。落ちてるジャンプだよ。よし、これでちょっと探ろう、もう一度。カメラ動かして。お、あった。発見、ハンコ発見。あんなてっぺんにあったのか。俺らをてっぺんに行かせたいんだな。任せろ、てっぺんに行くのは大好きだ。猫ですからね。気をつけろ、プリモンには気をつけろ。こいつ結構危ないからね。あの
岡田。なんで岡田。このキラーめ。キラー。キラーはキラー。キラい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 。そっちからいける？いけないんじゃない？やばいっすよ。下にキラーがいっぱい。三連キラーが。普通に戻って帰る。オッケーです。さあこっちから行こう。こっちから行けるんじゃないか。横から行けそうだな。俺に横を…うわー届かないっぽい。いやー行けるっぽい。あ、これマグナムキラーちゃん。ちょっとキノピオ、ここに立ってくれ。はい。はい、オッケー。パシャリ。サムネ。サムネ。キラー要素じゃん。いいね。いい映像だ。最後、この上だ。上にハンコがあることはもう分かる。俺にハンコを取らしたらもう、嬉しい。どうすんだ。ハンコくださーい。この上だったんだよ。こっちから行くんだよ、雲から。だからさっき行ってなかったんだな。俺がこのベルトコンベア乗ったからね。違うよ、マリオ。でもベルトコンベア乗ったらね。違うって。わかった、わかった。そうなのね。違うんだよ。ここじゃなくても行けるよ。さらに上があるんだ。オッケーオッケー、ほら、こっち行ってないって。ほら、ここだよ。もっと上。もっと上だ。俺らの頂上、ほら、あったよ。ここ壊すなよ。ゴールだ。壊すな、壊すな。オッケー。ここゴールだよ。なに？こっちからゴールか。ほら、ちょっと待って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 。ブロック壊したかった。何もないのか、このブロック。何もない。ほら、やばいね。あれ、壊すと、先に壊すとハンコ取れないやつだよ。罠だね、罠。キラー寄せには罠がいっぱい。ほら、見て、ほら。さっき見えてた場所で。じゃあ、さっきからぐるぐる回したってわけだね。はい、猫ゴール。キラー要塞楽勝だったな。さっきキラー要塞じゃなくてキラー要塞。にゃはははにゃはは、にゃはは、にゃははって何。あークリボンが後ろで見てる。ずっこけてる。そこを見てたのか、マリオ。そういうことね。何見てるの。それか。あ、やっぱりやっぱり負けちゃうのね。まあそんなものはどうでもいい。このキラー要塞を攻略したことで意味があるので、次の要塞はなんだ。チョロボン要塞か。チョロボン炭鉱だと。あ、金の復活してる。なんで。行こうか。よし、この金の列車、金のクッパ列車復活するんだな。入ろう。まあ行くぞ。ここはね、コインゲッチューの場所ですけどね。コインゲッチュー、まあいっぱいもうワンアップいっぱいしたんですけど。関係なくはないだろう。ではバイバーイ。行くぜ。ピッカピカピッカピカ。本当はね、今度は4人でやりたいところですね。さあ、ゴー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 。こんなもん取ってる場合じゃないよね。上の方を取った方がいいんじゃないか。そうだね。いいのぴょ、下のちょろちょろ下も取るんじゃなくて、上のでっかいもんどんどん取っていこうぜ。えい。さあ、これだ、これこれ。さあ、行きます。入ります、入ります、入ります、入ります。私はコーラに入ります。コーラに入って、コーラに入って、コーラをぶっ壊したい。はい、コーラはクラクラブーだ。あ、ぶっ壊れた。終わりだ。さあ、ガンガン行くぞ。おお、金の、金のじゃない、コインの、コインの山だ。コインてっぺん、コインタワー、コインタワーだらけ。いいね、コインタワー。2人で取ってどうする。いっぱい取りに行かないとな。キーナピア大将。それは金のドッスンスイッチいない。もうコインだらけ。わけわかんねえ。コインだらけでわけわかんないっす。ありがとうね、こんなにコインもらっちゃって。クッパもなかなか懐熱いね。いいね、ありがとうね。毎回すまんね。煙の上立ってみたい。今度は4人で来るからな。今日は猫で来たけど。いい眺めじゃないか。しかも時間もないしね。ここは無限列車だ。無限列車聞いたことあるね。なんだろうね。あれや。クッパ無限列車。違うわ、違うわ。あー、だって時間が無限なんだもん。どういうのじゃないわ。キノピオさん一緒に乗ろうぜ。キノピオ隊長はずっとここにいるのか。もうここにいたら他に探検することもないだろう。え、違うよ、他のことを探検してももうここ以上楽しい場所ないじゃないか。聞いてる。ここずっといるのはせこいぞ。僕ね、この電車でね、いろんなところ冒険してるんだよ。だいぶ贅沢だな、すごいな。金金財宝の電車で。違うんだよ、この電車じゃないと行ければすぐあるんだよ。そうなのか、キノピオ探検隊は大変だね。うん、金の電車に乗らないといけないんだな。なるほど、頑張って。この電車は大丈夫、無料だけど。そうだね、無限列車だもんね。どういうこと。行こう、ゴー。ずれた。お、最後スロット。せーの、ナイス。チェリーゲッチュー。せーの、ナイス。ブーメランゲッチュー。ということで
見て、また王冠戻ってきたよ。ルイジいるかな。いいね、いいね、いいね。ルイジなんかどうでもいいね。え？いや、ありがとう。何回かすると復活するみたいだな。次のワールドに行くと復活する。次来るときは4人で行きたいところですね。よし、キノピオどこ？キノピオどこ？俺どこ？俺どこ？頭隠して尻隠さず状態です。ここチョロボン炭鉱行くぜ。何があるのかな、炭鉱6の7チョロボン炭鉱。キンキン財宝あるんかな。そういう場所じゃないか。うわー、やべ、勝手に進む系だし、チョロボンになんかしたっこいし、クリボーいるし、やばいし、なんか睨まれてるし。ありがとう。やべ、下勝手に迫ってきてる。あー、そういうこと。あー、飲み込まれた、怖いよ。なんだここ激ムズ。チョロボン炭鉱ずっか、完全にこれ下毒沼が襲ってくる系じゃないですか。やば、怖い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 。早く早く、タヌキ、タヌキ取ったよ。急げ、どんどん上に行くしかないみたいだな。結構猫の方が良かったかなと思ったけど、タヌキなんだね。タヌキいなくなったけど。やばいよこれ。コインとかあんまりどうでもいいんですけど。やばいやばい、チョロボン来てる。もう下に来てる。何取った、何取った、スタンプ取った。ナイススタンプ。オッケー、ここ入っちゃった。出れない。出れる。オッケー、出た。オッケーです。何これ、スタンプされるよ逆に。そうだ、でっかい箱。やばいやばい。あ、クリスタ、あっちからどうやって、あ、どうぞ、下から、どうぞ、あ、ナイス。よくよくわかったね、その切符は。そうだ、なるほどね。雲だもんね。そうだよ。頭いいじゃないか、キノピオ。わあ、危ない。挟まれる。わあ、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 わあ。チャラボンが襲ってきてる。やばいよ。キノピオ。チャラボンが襲ってきてる。もうだから、それとかどうでもいいもん。チャラボンが襲ってきてる。わわわわわ、すごい量、すごい量。やばい、やばい、やばい、やばい。チャラボン。恐るべし、こんなキラー要塞と比べ物にならない。オッケー、取ってきた。ナイスです。俺行くぜ。登って、登って。やばいやばい。チョロボンどこ今。今ちょっと落ち着いた。下から襲ってきてる。ちょっと落ち着いてる。違う、下から襲ってきてる。怖すぎだろこれ。なんつー場所。うわー、カラー薄かった。やばい、一回戻ります。あった、あったよ。取ってきて、隠れます。ここ一応安全地帯。逃げる、どうやって、壁襟、どうやっていくの。あ、こういうこと。あー、なるほどね。踏まれないようにね、踏み潰されないように。これで、ね、いけるってわけね。ドアがある。チョロボン炭鉱終わり。え、本じゃないのこれ。本、え、もうチョロボン。ちょっと待って。あー、いやー、うわー、やばい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 。チョロボンの勢いがやばい。ちょっと待って待って待って、落ち着けよ。ピョピョ、もう来ないだろ、さすがに。もう来ないでしょ。気持ち悪い。怖かったね。あの黒いのがわちゃわちゃくるのが怖いね。もう一回入ってみようか。なんで。お、来ないのチョロボン。やべ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 。なんだあのチョロボン。やばい量ですね。やっば。最終的に全部埋まるじゃん。楽勝すぎチョロボンタコ。怖いけど楽勝すぎ。怖いけど楽勝なの。怖いけど楽勝でした。ちょっとあれホラーじゃない？あ、一番上取ってないじゃん。じゃあなんか行けなかった。待ってよチョロボンタコ、もう一回行かないと。おお。よし、てっぺんてっててっぺん取り行くぞ。怖。ここ怖いけどね、ねねねね。あ、やっぱりチョロボンね。そこはチョロボンだよな。チョロボン昔まで何も思わなかったけど怖。ちょっとうじゃうじゃいすぎると怖いね。ちょっと。あそこにパックンを投げ込みたい。え？食べ放題です。パックン嬉しいだろうけど、チョロボンにパックンが食べられるかもしれない。さすがにね。おっと、てっぺんも取りに行きたいけど、ねね、なんだこの土管。猫取りに行かない。ちょっと土管に入ってみようか。土管に入ってみよう。土管に入ったら猫取りに行かない。ミステリーハウスを見つけた。行く、行こう、行くぞ。投げろだって。てっぺんも後で取り行くぞ。投げろ。ミステリーハウス、ミステリーハウス投げるの？投げていいのか、ここ。おあ、投げる系ってこれね。投げる系ね。練習？なるほど。まずは投げる練習です。あ、投げて取る。はいはいはい。投げて取って。10秒しかないぞ。おい、取れるか。でもいいじゃない。投げるっす。ナイスチュー。いっちゃったよ。投げるっつか、滑ってるけどね。滑ろうんだけど。2人でやれば滑ればいいです。ここはね、紐いっぱいあるから。ただね、投げないといけない場所。おお、
そうか、俺がジャンプしてるね。オッケーです。次ね、次、次でいくよ。次、失敗した。なんで。ナイス、ナイスコントロール、いいね。マリオのこの剛速球が、目にも止まらぬ速の剛速球が来ましたよ。あ、まず P スイッチを投げて、P スイッチを投げる。P スイッチは投げないよ。投げない。ボールを投げるんだね。P スイッチは投げない。投げる系簡単じゃない。俺を投げようとした今。投げようとしてないよ。オッケー。はい、残念。よっとね。楽勝。さすがに楽勝。パズルゲームみたいだね。楽しい。最後に何を投げる？どっす投げるの？え、どこに投げるの？あれ、はてな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 、ポン！オッケー。あと1個。オッケー。楽勝。俺らのこのコントロール、舐めちゃいけないよ。投げるのは得意だ。最初は滑ったけど。そうだな。本当だね。あの1個目が一番難しかった。確かに。1個目が一番難しかった。一番難しかった。さあ、ところですけど、うん。ナイス。俺のピッチングがいい感じで炸裂しました。いや、僕のおかげだからね。一番最初。キノピオの滑りもなかなかの滑りでしたよ。はい。オッケー。じゃあ次、てっぺん取り行くか。あのチョロポンタコ。めっちゃ怖かったんだけど。てっぺんは取らないとな、でも。いける。チョロポンタコ。で、チョロポンタコはてっぺんまで行けばもう楽勝だし、チョロポンは襲ってこないから。とりあえずこれ。葉っぱがある。上はちゃんとタイミングよくジャンプすれば取れるだろう。オッケーオッケー、いけるぞ、いけるいける。まああっちから来る。さあ、もうクリボーとかもう完全に無視して、とにかくクリアだけすればいいんだ。見えないんだよ。あ、ごめん。投げちゃったら当たっちゃったよ、ごめんなさい。いいよ。他にないのかな。いけない、なんか邪魔してくる。石が、石が邪魔してる。オッケーオッケーオッケー、こいつがどうでもいいから。やばい、来てる、もう来てるよ。じゃあ助けて、助けて。あ、そうか、これだ。チャポン、チャポン捨ててよかった。チャポン、あー、よかった。タヌキです。えらこー、私はタヌキです。チョロポンにね、やられたことないね、僕。やばい、ここが一番恐ろしく見える場所だね。気持ち悪い。チョロポンの恐ろしさがもう分かる場所。あー、ナイス、オッケー、いいね、それ待ってたよ。にゃってました。そのアウブロック復活の仕方が恐ろしい。なんだ、あの復活の仕方。行こう行こう、あれ、ムシムシ。どうでもいいからね、もうあっち。あ、もう行っちゃってください。早く行ってよ。行ってよ、早く。なんでさっきから俺を踏むんだ。踏むばっかりで。なんでないの。そんなんいらないって。なんでないの、これ。最初だけ。アイテムない。マジ。ちょっと来てるから。オッケーです。落ち着け、ぴょぴょ。俺がいる。さあ行くぞ、もう行こう。ガンガン行こう。オッケーオッケーオッケー。これでスーパースピードで行ってる。もう終わりじゃん。早かったね。楽勝。はい、行こう。ゲッチュゲッチュ。さあ、てっぺん取るだけだ。なんかぐちぐちぐちって音がする。さあ、どこにてっぺんを取るタイミング、俺がやろうか。キノコじゃない、タヌキだし、いけるでしょ、俺の方が。あ、そっち乗っといてくれたらいい。行くよ、レッツゴー、タヌキ。オッケー、惜しい。キノピコって、キノピオ、惜しい。キノピコ。ナイスタヌキ。ナイスキノピオ。チョロボン怖い。うん、怖い。ちょっとね、ここはね、チョロボンがなかなか怖い、恐ろしい黒い場所でした。黒い。オッケー。チョロボンって最後ゲットしたんでね。チョロボンって何？黒い怖いやつ。うん。ということですね。石炭を掘り出す鉱山、山だね。ということで。あ、そういうことか。チョロボンが石炭か。チョロボンは石炭のような化け物だったわけだね。黒いしね、炭みたいな感じだしね。いやー、ということは次はいよいよあそこだ。お城だよ。待っててね。妖精ちゃん助けに行くよ。あ、これは戦車だ。ポンポカしてる場合です。ポンポカしてる場合。はい、走り回されられるマリオ。いや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 、近づくと何か走らないよ。次こそ助けに行くぞ、妖精ちゃん。ガッ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 。ガールドのボム戦車、六の戦車。戦車？行くぞ、キノピオ。戦車2回目だよね。しかも今度は夜、行くそうだね。電車。気をつけろ。おお、ちょい斜め感。落ちる。しかも勝手に動くコース。難しいぞ。おお、来てるぞ。猫で倒す。オッケー。行くぞ。何よ？あの穴は何もないのかな。さすがにない。ないよ。だって落ちるだけだよ。お、怖
ここはポンポコなのか。ポンポコがいいのか。あ、これはボム兵の。これ壊すんじゃないの？爆弾。これ壊すんじゃないの？なるほど。でも先行ってしもうさ。あそこに一応ボム兵は出てくるみたいだけど。これなんだ。あれか。これだな。びっくりブロック。出てくるやつだね。びっくりブロックだ。これで何があるか。特に何もないぞ。ちょっと待って、何これ。爆弾だらけ。怖い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 。わかった、これか。一気にやるやつか。どういうことを大してやることもない感じ。うぇい、こんな感じ。全部出てきたよ。確かにこれの方がやりやすい。あ、またあれボムヘーバカー。オッケー。あ、でも何も出てこないぞ。オッケー。すまんすまん。そう、いろいろ見てたら、いろいろ見てたんだ。いろいろ見てたらいろいろ見てたんだよ。あ、針出てる。いいぞポンポコ。さあポンポコ、さっきポンポコ食らっちゃったから2回目です。あっちにもあるぞ。さっきポンポコ食らっちゃった。オッケー、大丈夫大丈夫。ポンポコもストック食らったんだよな。ポンポコストック食らった。これヒップドロップした方がいっぱい出るよ。ヒップドロップでこっちと繋がったな。消えるから。消えると思うね。気をつけよう。消えるぜ。消えなかった。おお、割と今回はゆっくりだよね。前よりはマシじゃないか。よっ、くらえ。アンダーブラス。僕が倒した。俺のボム兵が火を吹いたと思っていたが吹いていなかった。あ、ダメだ。ここは行けなかった。何か壊すと上に行けてたのかな。何がある。上に行ってもコインがあるだけ。あー、そこクリーンした。急げ、俺急げ。ナイス、俺イエーイ。二つ目がない。いやー、なんてこった。しかもここも壊せなかった。戻れる。ボム兵持ってこないといけないのか。戻れない。難しいな、これ。これが2つ目。変な場所に2つ目。違うね。さっきのが3つ目で、そこはスタンプじゃないか。そういうことか。可能性は高いな。おりゃ、明るくなった。これはちょっと明るくなるんだ。ピッカー。ピッカー。押しっぱなしだとピッカーだね。いいね。ピッカ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 のクッパさんや。めっちゃ指さされてる。あなた今どこにいるんだ、この野郎。妖精ちゃんを返してくれ。こっちだ。ブルブルしてやる。あ、ルイージ。ルイージ。てかここで遊びすぎでしょ。そうだね。次は一体誰だ。誰と戦うっていうんだよ。戦車。ここはだいたいブンブンかプンプンか。それともなんだ。ハテナだ。誰が来る。ブンブン。ブンブンでした。その声でわかった。見たことあるな。ブンブンしてるね。お、いいね、ナイス。キノピーヨー。俺たちもブンブンできて。ブンブンできて。ブンブンはできるけど、どうやら俺のブンブンは効かないみたい。ブンブンね。うお、ブン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 。分身の術。分身のブンブン。あと一人増えるはず。分身ブンブンということだ。ブン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 だな。どういうこと。お、ブンブンしまくりだな。おっと、3ブン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 。あいた、殴られたじゃねえか。ナイス。イエーイ。おめろ、殴られ返してやったぜ。殴られ返す。ナイス。キノピオナイスだ。ちっちゃマリオ。ポンポコとポンポコ。ちっちゃマリオで倒した。ちょっと待って、ストップ。オッケー。そうだな、てっぺん取れるな、それで。うん、頼んだぜ、キノピオニャニャ。キノピオニャニャだ。よし、妖精ちゃん。大丈夫かい。その瓶硬いよね。うん、スーパー強化ガラスでできている。その瓶硬いよね。強化じゃない。クッパー、そういうところだけはすげえんだよ。まったくだ、本当に。なんてことすんだよな。いきなりどうした。いきなりどうした。落ちてった。よし、俺だっててっぺん取るぞ。どうぞ、てっぺん。オッケー。ダブルてっぺん取りでお助けですよ。なんでさ、これさ、あのゴールしたらバリンって割れるんですか。スーパー強化ガラスは光に弱いらしい。なんで。いや、知らない。クッパっぽいね。光に弱いじゃん、クッパ。よし、助けてあげたぞ。さあ、今回も次のワールドへの道を開いてくれるみたいだよね。まさか。てか、どこに。もうワールドってどこ。地図上から見ると真ん中らへんがちょっと空いてたけど、さすがに今回は何をするの。いくよ。どうすんだよ。ああ、それね。え、振るの、それ。今重そうだったよ。振れないでさ、そんな握力なさそうだけど。振ってる。めっちゃ振ってる。両手で持ってたのに片手で振ってる。うん、どういうこと。うわー、さらに上行くの。なんかドカン。どこまで行くんだよ。振ってなんで土管ができるんだよ。しかし、間違えてトン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 してたのか。間違えて先に振るだけ言っちゃったわ。だね、ちょっとフライング振るだけだったね、今日は。フラフルだね。フラって何。ということで、まだスタンプとグリーンスターが取れてないぞ。
取れてないの割には戦車なかなか簡単に攻略できてしまったな。パパ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 パさあ今回は取りに行けてないのがグリスター2つ目とハンコ。ん？なんか曲がったけど。スタンプ言ってるけどね。あれハンコです。ハンコ？まあ一緒なんですけどね。スタンプでしょ。いやハンコなんだよ。そうなの？そうなんですよ。ハンコと言われてます。それあの何もしない方がいい。それ何もしない方がいい。何もしない方がいい。俺は何もした。何でなんかしたのよ。寝ろ。尻尾でボンだよ。バババ。尻尾でボン。これ何壊す？はい、とりあえずこいつ一回壊してみようか。こいつ、はいよ、はい、ちょっとちょっと待って、普通にやられてんじゃん。爆発とか全く見えずに倒されたら嫌な感じです。なんてこっちゃいな。一番嫌な やられ方。普通にむなしいってやつですね。はい、でも大丈夫。まだスタンプのありかはどこだろう。でも最後のあのクッパぶっ壊すのはまああるとして、めっちゃどこ、それでクッパはそれでいるからね。クッパ俺は一回持たないと投げれない。うわ大丈夫、爆風当たんないぞ。え、自分で投げたやつは爆風当たんないのか。え、うん、意外と簡単。こうやってみて、こうやっとくや、やっとくや。ほら当たった。さすがに持ってちゃダメみたい。投げてしまえばいいのか。そういうことね。投げてしまえば近くでも結構当たらないっちゅうわけか。ちょっとわかんないけど、あーやばい、俺たちのストックがあと1個しかないぞ。ベルストックが倒せる人がいなくなっちゃうからやばいよ。ちょっとマリー押さないでよ。押したわけじゃない、どっちかいうと踏まれた。やばい、これ何どうするよ。あーやばい、ハンマーブロスとかがいっぱい強い。あーいっぱい強い、いっぱい強い、やばいやばいやばい。あれあれあれ、ぶっ壊したい、あれぶっ壊したい。あれぶっ壊すと何かあるのか。なんもない。やばいっすよ。オッケー、なんもないんかい。何のために取った。グリスター取ったらどうするんだよこれ。じゃあ結局のところどうする。この爆弾持っていかないと。爆弾は絶対、いやー持っていかないと意味ないぞ。あーはい、やりなし。やり直すと何にもなかったことになる。そしてこれは何もしなければな。分かった、方針をよろしくお願いします。どこ見てんだ、前見てんだな。そうだな、そうだよ、うん、問題ない。前見といてくれ。前だけ見とけ。てかなんでさ、これで僕たちガムシなんですか。ガムシです。あの人たちは前しか見ましない。これ投げたら当たらないのか。いやボム兵には爆風が当たったけど、なんともわからん爆風だな。ちょっと待って、そこもぶっ壊した方がいい。うわ、あ、落ちちゃった。やっぱり大丈夫だ。落ちちゃった。大丈夫、まだストックがいっぱいあるから大丈夫か。大丈夫、あ、いっぱいあるいっぱいあるぞ。葉っぱもあるの。葉っぱもある。葉っぱもあるし、葉っぱにダイヤベルもあるし、なんで爆発、爆発、ぶっかすってな。爆発だよ。爆発がぶつかるってことでぶっかすって言っちゃった。何ぶっかす、なんだよ、コミみたいな。復活しまいしてしまいましたか。復活。あーファイヤー、なんてことやるな。ファイヤー Thank you。 OK です。でもスタンプちゃんどこですか。本当に何もわかんないですけど。だから、いや1個、あ、これで転がせるの。いやなんかね、尻尾だと叩いちゃうしな。でも尻尾、ルイジがヒラヒラ飛んでってるでしょ。何してんだルイジ。ヒラヒラルイジめ。あ、くれた。ヒラルーだな。ヒラルー、どこに何がある。でも実際にさ、ハンコはどこだっていうか、ハンコしか分かってないような気がする。グリースターが全く分かんない。2個目だよ、2個目。もうこれでアウトじゃないか。わー、 あれ、僕爆風当たんなかった。これよく分かんないよね、爆風が。投げて、その爆風はこの上か、何かあるか。なんもないよね、どこ行けばいいんだよ。じゃあこれはあんまり関係ないよね。さあここでボム兵持っていかないとやばいよ。ボム兵持ってって、それ OK、 なんとかなんとか間に合って、ボム兵 OK。 よいしょ、あ、やっぱりここハンコだ。ということは
グリーンスターがわからない。わーヘイヘイ、あ、ルイジルイジ、いたるところにいるな。よし、とりあえずハンコバージョンでブンブン倒しに来ました。今回のブンブンはピノピオがまず踏んで、さっきと一緒だね。さあ次はどうする。もうブンブンはね、分身することが分かっているからね。ブン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 。さあ最後の分身は3人になる方も分かっているんでね、攻撃の手順さえ分かってしまえば、こちらは何も怖いことがないブンブンね。何そのブンブン。さあブンブンしてる、ブン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 。オッケー。待って、これちょっと待って、ここにさ、例えばグリーンスター置いてないよね。マジか、ここにグリーンスターがあったらさすがに3つ目だろ。違う、2つ目がないんだぞ。絶対倒した時にさ、グリーンスター出てくるじゃん。それがないんだよね。だって3つ目だもん、取れてないのが2つ目だもん。待って。さあどうしようか。妖精ちゃんふわふわ飛んでるわ。とにかくもう一度行くしかないみたいなところまで来たけれども、見てほら嬉しそうにふわふわ飛んでる。妖精ちゃん、水色妖精ちゃん、グリーンスターどこにあるか知りませんか。知りません。知りませんよね。そりゃそうだよね。クッパが隠したから。そりゃそうだよね、だって瓶に入ってたんだもんな、うん、何を知ってるって何も知らない。そりゃそうです。行こう。そうやって普通にゴールするんだね。場所がわからない。うん、とにかく妖精ちゃん助けたよ。オッケー、スタンプ。兵隊さん、なんだあれ、前しか見ないやつだな。ちょ、かわいそうなこと言うね。前だけ見てろ。前だけ見て、やったまた負けた。よし、それじゃあクリスター取りに行かないとな。ゴー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 。もうブロックの中に入ってるとしか思えない。そっか、うん、だってボム兵がいっぱいいるもんね。そうだ、あの硬いブロックだ、硬いブロックを壊してどっかにグリースターが入ってるんじゃないか。はい、する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 。さっき君のハンコをもらったんだ。なかなか可愛かった。うん、いい感じでしたよ。このボムがね、今回は大事っぽいよ。爆風怖いよね、あれ。ここら辺は壊したよね。よし、よしよし、よし、これ壊してみよう。そうだね、それ壊してなかったもんね。はい、やったー！オーケー！出てきて刺さった。よし、これで月中か。こんなところにあったのか。こんなところにあったのか。ここをクリアして、クリスターゲッチューと行こうじゃないか。やっぴょん。私はまたタヌキで来た。そしてブンブン、3回目だな。なんでなんで。ゴー。あ、ブンブン上がってる。オッケー、オッケー。ということで、次のエリア見に行こう。さあ、水色妖精さんが作ってくれた、すんごい長そうな上に伸びる透明度感の先は一体どんなエリアが待ってるんだろうね。青が2人いるわ。さあ今回はいただきマンモス。いただきマンモス。なんでマンモス。なんでマンモス。はい、ということで次のエリア一体どんなところか見当もつかないね。僕先行っとくね。あー、でも俺もすぐ行きたい。さあ行こう。振るだけの管理、振るだけと。わ、曇ってる。わあ、何ここ。まずサーカスじゃない。なんてやつだ、こんちきしょう。やりたい。こんなやつがまだいたとは。この音楽自体、ああ、やっぱあのシュポット、わあ、シュポット線を止められた、ね、れワールド6はまだ終わっていなかったみたいだな。よし、行こう、もう倒しに行くぞ。行くしかないだろ、こんちきしょう。こんちきしょう、こんちくは6の C 解決。ん、なボス分裂。あー、見てなかった。いや、俺も見てなかった。分裂で合ってんのか。ボス分裂だね。いや、わかんないけど、分裂だったか、ブレン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 、なんだったか。ブレンブレンブレン。ダブルチェリー、いりそう。よし、ねえねえ、これね、ヒップドロップしてみてよ、僕の分身を。いただく。それ本物。タヌキポンポン、本物取られた。どれが本物かわからん、全部本物だ。ちょっと待って、ストップ一旦。こうやってヒップドロップしたら王冠が取れるだけか、ごめん。あれー、あー、俺が消えた。火に当たってもうた。火に当たっただけで消える。そりゃ火は強いからね。そうなの。さあ一体何が待っているんだ。わー、さっきボスブンブン倒したばっかりなんですけど、僕どっちも地味なんですけど。さあ出てこい。誰が出てこい。おー、何これ、ピエロか。変な魔法使いピエロ浮いた。魔法使うのか。うー、何やばいやばい、シャボン玉一本。うわ、ちょっと最初の見た目と全然違う感じになった。なんかでっかいね、これ。どういうこと。
なぜダブルチェリーが、マリオにしては変わった。ダブルチェリーがなんで出てくるの？ダブルチェリーじゃないとダメなの？何がダメなのか。何どういうこと？あの大きいやつを、いやでも一応踏めたぞ。うわーやばいやばい、片方はなんか違うやつ、やばいやばい。ダブルチェリーじゃないといけない理由はよくわかんないけど、とにかくガッツリいければいいんだけどな。待てい、乗れー、待てい、オッケー。さあダブルチェリーはもうなかったよね。さっき取った取った。まあいいんじゃない、身代わりの術的な感じで。そういうこと、そういうこと。こっちも数で勝負だ。あっちも数が多い、あのシャボンの数が多いからな。シャボン玉の数が多い。オッケー、待てい、待て待て待て、こんにゃろ、待てい、オッケー。だいたい3回だよな。オッケー、倒したぞ。このピエロ的な妖怪みたいなやつ、ひどいね、妖怪って妖怪みたいなやつだったな。妖怪、あー恐ろしいやつだったけど、俺の方が恐ろしかったみたいだ。そうなの？うん、俺の方が強かった。あれが多分分裂だよ。分裂してたもん。分裂って何？いっぱいブリ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 って、ブリ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 、ひどい表し方だね。てっぺん取るぞ、てっぺん。ひどい表し方。やばい、一キノピオがどっか行ってる。一キノピオ、はい、二キノピオ頑張って。あ、一キノピオ、一キノピオまず上に行って、じゃ俺が連れていくから。そこで止まっとくんだぞ。あ、でもそれでゴールしたらこっちもういなくなっちゃうやつだね。行っちゃうよ、バイバイ。いけてないじゃん。オッケー、マリオスーパージャンプ、てっぺん取ってやったぜ。さあここのエリアは楽勝だったな。あんまり皆さんにわけわからない。俺たちもすでに分裂してるからね。そうなの？うん。二人でやれば怖くない。ブルブルなんだよブルブル。さあ今回はいただきません。マジで。見てここのタイトル、まずはここ撃破。なんか上怪しくない、クッカーっぽくない。ほらボス分裂だよね。ね、上行きたい。よし、エリアを見に行くぞ。今度こそだな、今度こそ。うわー、やっばー、なにこれ、マジか。妖精ちゃんがまだ捕まっているし、あれはクッパ城だよな、どう見ても。恐ろしいワールドに来たみたいだ。見て、ワールドクッパ城になってる。城だ、ここか。今度からこういう感じになるのか。真ん中にこんなところにあったのか。上にあったから見えなかったんだな。ちょっとふわふわしてる。上に行ったもんね。うん。じゃあ、次回はここからスタートだ。いいな、キノピオ。うん、ということで今回は以上です。この動画が面白かった、続きが見たいと思った人はグッドボタン押してね、チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまたお、バイバイ、バイバイ。